会話2。さあ今宵も怖い話を読んでいきましょう。どうもブレイキングダオです。よろしくお願いします。なんか本当にこの名前なのかなと思われそうで怖いけど、まあもう実際ややこしいもんね。未だに FOA さんって言われるし、まあ、一応私ホワイトって名前でやってるんですけど、この会話の実況に関してはブレイキングダオでやってます。よろしくお願いします。じゃあやりましょう。前回はですね、7つのお話を読んだんですけど、まあ正直あんま怖くなかったかなあんまり怖くなかったかな。まあ多分どれかめちゃめちゃ俺に刺さるめちゃめちゃ怖い話あると思うんだけど、あのですね、この会話2に関してはこの1話1話のお話結構バラバラなんだよね、その読むプレイ時間みたいなのが。で、あの調べてきたんですけど、この都市伝説撲滅隊が一番長いのかな、めちゃめちゃ長いらしい。で、この赤いなめくじが、25分、まあ実況で多分35分ぐらいになるのかな。なのでまずこのまだ短い方からやろうかなと思います。あとあとこの都市伝説撲滅隊やろうかなと思うんで、まあ多分ねプレイ時間長いやつほどめちゃめちゃ濃いと思うんだよね。じゃあいきます。まず赤いなめくじから。ちょっと前置きがめちゃめちゃ長くなっちゃったんで、もう早速いきますね。赤いなめくじ、あなたにとってのクズ物も誰かにとっては宝物、売ります、買います、ガラクタや本。クズモノって初めて聞いたけどね。宝物の対義語ってクズモノなんだな。校則違反よ。学校が舞台なのね。私こと M 本シーリは読みづらいな。千里かな、千里でいいのかな。千里は生徒会執行部の1年である。おー、執行部かっけえよな。執行部って名前つくだけで。ポータブル CD プレイヤーもイヤホンも全部没収。結構校則厳しいのかな。そこをなんとかお願いよ M 本さん。ミスチルドのシングルが昨日発売されたばっかりなの。どうしても3人で聴きたくて。うん、 M 本さんにも聴かせてあげるからさ、いいでしょ。私はルール違反が大嫌いだから、それを取り締まる生徒会の役員をしている。はあ、中学の頃からずっと学校の異端分子を取り除いてきた。まあその分反感は買いそうよね。効率を正そうとしてるだけなのに。ダメよ、校則違反だったら生徒会で全部預からせてもらうわって言って、生徒会室でめちゃめちゃ聞いてたらどうする、ミスチルド。あ、そうだ、あのね M 本さん、実はこれはけれど、私にはルール違反よりももっと嫌いなものがある。それは3年の先輩から押し付けられたのよ。先生に見つかりそうになって無理やりね。あーそうなのよ、ほんと困っちゃうわ待って、どういうこと、嘘ついてるってこと、実はこれは。ああ、そういうことなのか。多分誰かに押し付けようとしてるってことなのかな。バカ、あんたら知らないの、 M 本さんは今嘘をついたわね。見え見えの嘘で私を騙せると思ったの。ちょうだいよ、ごめんなさい。謝るから募集したものは後でちゃんと返してちょうだい。ダメ、会長に掛け合ってこれらは全部施設に寄付してもらうわ。ああ、でもそれはさすがにやりすぎなんじゃないか。ちょっと何をそれ、返してよ、返しなさいったら。そこまでする必要ねえじゃねえかよ。こんなの職権乱用だよこのポケ。競技の事実を主張することは極めて悪質な校則違反とみなします。覚えておくことね。まあ正直やりすぎなんじゃねえかなって思うよ。まあ、嘘つかれたことにすごくイライラするのはわかるけれども、その場のそのなんか怒りで任せてなんかやっちゃうってなったら後々大変なことになりそうだよね、こういうのって。私こと M 本千里は嘘が大嫌い。嘘をつくことに一体何の意味があるのか私にはさっぱりわからない。私利のため、あるいは保身のため、理由は人と場合によりよりけりなのだろう。ほう、けれど果たして人を騙してまですることなのか。そこまでして得たもの、守ったものに価値なんてあるわけがない。幼い子供は怒られるのが怖くて嘘をつくけれど、私たちはもうそんな年じゃない。高校生にもなったのだから、事実から目をそらす愚かな行為はいい加減卒業しなくてはならないのだ。すっげーしっかりしてるけど、本当に今後も自分絶対嘘つかないってイライられる、そのね、絶対今後もこの人生において絶対に嘘は一回もつかないってことある。見ろよ、また M 本がやったみたいだぜ。あの CD プレイヤー結構するわよ。
取られた子たちかわいそうに。確かあいつまだ1年だろ、生徒会だからってふんぞり返りやがって。まあ、この千里ちゃんが、まあ、こういうことをしてて、なんだろう、気持ちよくなってたりとかしたら、ちょっとあんまりね、共感できないよね。なんかこう、自分はあくまで正義としてやってるんだを強調しすぎるとさ、なんか行き過ぎちゃう時あるやん。なんか俺そう見えちゃうのよね。なんかあんまり、なんか共感できないの。俺はね、誰に何と言われようが構わない。私は正しいことをしている。守るべきルールを破り、天津さえ嘘までついた彼女たちは罰を受けて叱るべきなのだ。でもマジでやりすぎだと思う。一日没収でよくないって帰りに返すみたいなさ、そしたら次持ってこないでしょ。なんでそこまでやっちゃうの。私は何も間違っていない、まあ、そう思ってるのは君だけだよ。周りからすればやりすぎだよって思ってるって。ちょっと返してよ、ただのヘアピンじゃない。髪留めもつけちゃいけないっていうの。カビな髪飾りは高速で禁じられています。没収させてもらいますから。生徒会長に気に入られてるからって調子に乗らないことね、ブスのくせに。今に見てなさい、おめえも言い過ぎだよ。ふん、負け犬の遠吠えね。オラオラってなんだ、イケメンだな。なんだお前アナルって名前なんか。言い過ぎだよ会長。こいつ会長か、さぞかしモテるんだろうな。会長やだ、聞いてたんですか。お、声色変わった。二人の時は名前で呼んでくれろって約束だろ、シーサトちゃん。ごめんなさい、ティーティーさん。おい、もうキャラ変わってるやん。何持ってるそれ、全部高速違反で募集したものか。はい、今日だけでもこんなに。トランプにオセロ、派手なヘアピン、小物入れまでいろいろと。つけるなとか遊ぶなでよくない。なんだか近頃高速を破る生徒が増えてきた気がするんです。違反物の持ち込み増加に加えて下校途中の寄り道も増えてるようで。ふむ、放課後生徒会で学校周辺の見回りをするべきだと思うんです。それ口実で、多分このティージ君とデートだと思う。なんかデートみたいな感じでさ、二人で歩きたいんじゃねえの。千里ちゃん、生徒会には生徒会としての仕事がある。学校外まではさすがに手が回らないよ。私たちがやらなくて誰がやるって言うんですか。違反は全て取り締まらないと。警察がいるじゃないか。校外のことは彼らに任せておけば大丈夫だよ。俺たちは校内の風紀維持に専念しよう。でも俺は君が心配なんだ。根を詰めていつか倒れてしまうんじゃないかって。たまには自分をいたばってあげるんだよ。ほら、肩の力抜いてリラックスして。会長、テイさん、いいじゃないか、君キスの一つくらい。今なら誰も見てないよ。高速違反やろ。おい、風紀守れや。おい、ダメです、不純性交友は高速違反ですよ。おい、こいつ募集せよ。ほらなあ、こいつゴミ箱に入れろ。そうか、やれやれ。キスもさせてもらえないなんて、君の大好きな高速にも困ったもんだ。こいつは案外フランクなんかな、そこまでがっちりやってるわけじゃないの。う、まあ照れた顔が見れたからよしとするか。そんな顔も可愛いね。へっ、イチャイチャしやがって。やだ、よしてこなさい。あといけない、これから部活なんだ、もう行くよ。何部なんだこいつ。あ、はい、サッカー部の練習頑張ってください。もうなんかあれだよね、学校、中学校とか高校でさ、なんかサッカー部入ってる時点でなんかそれがステータスになるからいいよね、羨ましい。あ、次の試合、そして大活躍してチロ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 見に来てくれよ。はい、必ず。イチャイチャすねえ、それすら高速違反にするぞ。おい、生徒会長の S 村 T 字さんは私の恋人だ、もうわかるよ、だいたいキスとか言ってる時点で。私が入学してすぐタバコを吸ってる3年生に注意して囲まれてしまったことを助けてくれた。はあ、正義感の強さを見込んで、もともと入るつもりだった生徒会にスカウトしてくれたのも彼だ。 T 字さんは私が生徒に反感を食らっていじめられそうになるとどこでも駆けつけてかばってくれる。強くて優しくてとっても頼りになる私の大切な人だ。ちょっと待って、たださ、これだからこの千里ちゃんだけにじゃないの、ティージさん誰に対してもやってるのかな。それだったらまあ好印象だけどさ。はあ、私だってしたいわ、キスの一つくらい。そういう気持ちあるんかよ。なんだ、可愛らしい子だ。バカね千里ったら、高速なんて持ち出すからよ。あれじゃ引き下がるしかないじゃない。あいみ、いつから見てたの。君を愛してるよ10点のところからよ、言ってねえよ。
そんなシーンなかったでしょ。盗み聞きなんてタチが悪いわ。これ見よがしにちゃついて見るなって方が無理よ。この子は私のクラスメートのあゆみ。中学の頃からの付き合いで一緒に高校を受験したいわば親友だ。この子めちゃめちゃモテそうだな。たまに悪い冗談を言うけれど人を騙すような嘘はつかない。歯に衣着せぬ素直な子だ。あ、ねえ、これ今日の募集物？見せて見せて。ダメよ、募集したものは速やかに生徒会室で保管しないといけないの。この間見せてくれたじゃない、アイドルのマル秘グラビア写真集。何それ、マル秘って絶対エッチやん。あれは私が落としちゃったのをあんたが拾ってみただけでしょ。ああいうのって取っておくと後から高く売れるのよね。今日は不作みたい。何や、ちょっとグラビア写真集ずっとノリに浮かぶわ。ねえ、あゆみも一緒に考えてくれない？どうやったら生徒たちの校則違反がなくなるか。やあよ、私生徒会の役員じゃないもの。安村先輩とあんな風にお話できるなら手伝ってもいいけど。バカ言わないで、ティージさんは私の。はいはい、分かってますって。あゆみいいな。それより違反物の持ち込みと下校途中の寄り道が増えてるって話だけど、こればっかりはしょうがないと思うわよ。どういうこと？やだ、千里ったら知らないの？じゃあこのあゆみ様が教えてあげる。うん。今ね、駅前近くの広場に大きな荷車が来てるのよ。ああ知ってるわよ、廃品回収だかなんだかの。ああこれ一番最初になんかなんかクズ物とか言ってたやつのガラクタやつってたよね。どんな不要物でも買い取ってくれるって聞いたけど、それがどうかした？それがただの廃品回収じゃないの。そこのお兄さんがもうたまらなくかっこよくて。イケメンなのか。ってことは女子がめちゃめちゃ入り浸ってるってこと？サッカー部のエース須村先輩が霞んじゃうくらいのハンサムなのよ。 TD さんを引き合いに出さないでよ。人を褒めるために誰かをけなすなんて、あゆみ、あんたをみんな損ねてまいったパイパイさん。けなしたつもりなんかないわよ。それくらいにイケてる男だってことを言いたかったの。気分が悪いわ。廃品回収の人がかっこいいからって功績違反が増えてることの何の陰謀じゃない。うちの女子たちはみんなその人目当てで下校途中に寄り道してるのよ。なんですって？しかも実のところは廃品回収が主じゃないらしいのよ。なんでも引き取ってもらってもらったものと同等のものならどれでも好きな中古品をくれるお店らしいの。はあ。今じゃ手に入らない年代もののプレミア品とか遥か遠くの町の工芸品とか、例えばほらこれよ。何？なんこれ？私が没収した小物入れがどうかした？これ箱根の工芸品の寄木細工って言うんですね。寄木細工よ。秘密箱っていうの。小物入れというよりも立体のパズルね。へえ。九州じゃまず手に入らないわ。古今東西を練り歩いてるっていうあのお兄さんだからできる技なのよ。へえ。まずここ九州なんだね。じゃあ最近急増してる違反者はみんなその人と掘り出し物目当てで学校帰りに広場へ立ち寄ってるってわけ。没収物を見る限りそうなんじゃない？ねえねえ、私たちもこれから行ってみましょうよ。もちろん一旦家に帰ってからね。今日は没収箱の整理をしないといけないの。返却不可になったものを施設に寄付する手続きをしなきゃ。ちゃちゃちゃちぇ、ノリが悪いんだから。うん、なんかあゆみは多分いい子なんだろうけど、まあ千里ちゃんとやりすぎなところあるキャラだけどさ、あゆみちゃんが死んだりとかすんのかな。それちょっとやだな。あゆみに話を聞いた後の日曜日。あれか、ガラクタよ。私は例のお兄さんが店を開いてるという広場にやってきた。どんなイケメンなんだよ。すみません、これが欲しいんですけど。でしたら代わりにこちらのものを引き取りしますね。ありがとうございました。兄さん、これどこで手に入れたの？とんでもないレア物だよ。すみません、他のお客様の情報はお話できないんですよ。ねえねえ、お兄ちゃん。はいはい。おや、そちらの方は？おー、なんか爽やかだね。なんかこういう感じの人っていうか、俺がこれ出てくる前のイメージだけど、なんか白髪のさ、なんかちょっとパーマかかってる、あんま目がよく見えないみたいなさ、なんかちょっと不思議なオーラがある人だと思ったけど、まあ、この人もっぽいね。こんにちは、初めてのお客様ですね。イケメンだな。あゆみの言う通り、確かにちょっとかっこいいかも。うん。いけないいけない、キジさんという人がありながら。そうだよ、おめえ他の男に色目使うてめえ映んなよ、おめえそうやってすぐに。でもこの兄さんもなんか自分がイケメンってのを自覚してそうな、なんか雰囲気ない？
これ返しに来たんです。うちの生徒たちがここで受け取った中古品を学校に持ち込んでまして、校則違反のものは生徒会が没収してるんです。返却不可になった没収物は施設に寄付することにしてるんですけど、これらは不要だと断られたのでお返しします。そうでしたか。ご迷惑をおかけしてすみませんでした。いえ、校則を破ったのは生徒たちですから。うちの制服を着た子には下校途中に来ないように注意してもらえませんか。すみません、それはできません。まあ営業はあるからね。はい、こちらも商売でして、いらっしゃるお客様を拒むわけにはいかないんですよ。まあそりゃそうだよ。いえ、そうではなく、一度家に帰ってから来るように言ってもらえればそれでいいんです。あ、それならいいんだね。すみません。ダメなんだな。持っていらしたそちらのものも受け取ることはできないのです。こちらも商売ですので。おっしゃってる意味がわからないんですけど、返品とかはしないってこと？ああ、もうすぐ閉店時間ですから、お話はその後でもいいでしょうか。はあ、うん。どういうお話なんだ結局これ。赤いナメクジだったよねタイトル。今日はこの辺りで閉店させていただきます。もうちょっと見たかったのに。また明日いらしてくださいね。当分はここにいるつもりですので。100歩譲って来客を追い返したくないのはわかる。彼の言う通り、向こうも商売なのだから。うん。納得いかないのは中古品の受け取りを断ったことだ。売った商品がタダで戻ってくるのに断る理由はないはずだ。うん。すみません、お待たせしました。ガラクタ屋さんって言うんですね。はい、のれん、さっきはちゃんと見てなかったので。ああ、はい、うちは商売を始めた時からこの名前でやらせてもらっています。いつからやられてるんですか？そうですね、少なくとも親の親のそのまた親の代からはやっていたと思いますよ。めちゃめちゃ前じゃん。え、それ結構昔になるよね。へえ、そんなに前から。お父様はもう引退されたんですか？今も現役ですよ、きっと。うちの家族は父も祖母も確か姉もこの商売をしています。バラバラでやってるってこと？みんなバラバラに日本中を練り歩いてるんですよ。バラバラに。それは寂しいでしょうね。とんでもない、私はこの仕事に誇りを持っていますから。へえ。ただ父も祖母もいい年で、祖母なんかはボケていてもおかしくないんですよね。待って、それタバコ屋の違うかな。まあでもガラクタ屋じゃなかったもんな、もうタバコ屋だったもんな。荷車まで売って失業してしまったり、勝手に別の仕事を始めたりなんてしていなければいいですけど。うん。それで、せっかく持ってきていただいて申し訳ないのですが、うちはお客様からいただいたものと同等のものを差し上げる店なんです。ですからこちらだけが得をするようなことはあってはならないんですよ。てかまずそれ金稼げてんのか？そこをなんとかお願いできませんか。生徒会で保管し続けるわけにもいかないんです。うーん、持ち主の方にお返しすることはできないんでしょうか？できません。返さないと言ったのに返してしまったらこちらの立場がありませんから。立場とかいいだろ別に。そうですか、変なプライドがあるのかな。でもあるか。ではこうしましょう。お名前をお聞きしても。 M 本です。 M 本様、この荷車の中からお好きなものをお選びください。お持ちになったものをいただく代わりに、M 本様がその対価となる品をお受け取りください。売り買いが成立さえすれば、こちらは問題ありませんから。できません。没収物で物を買うようなこと。まあ確かにそりゃそうよね。うちで取り扱ってるのは物ばかりではありませんよ。例えば。結構です。まあ、結構です。頑固だね。うわ、なんか怖いな。ガラクタ屋怖えな。お、あゆみだ。おはよう、ちさと。ちょっと聞いたわよ。あんた昨日、ガラクタ屋さんのところ行ったんだって？ねえ、ねえ、ハンサムだったでしょ？何か取引した？するもんですか！あんなの顔がいいだけで、融通の効かないただの頑固者よ！いや、お前の方頑固者だと思うけどな。何かあったの？没収物を一切受け取ってくれなかったの。みんなあの甘いマスクに騙されてるんだわ。まったく。いや、お前もあのなんか生徒会長に騙されてるやろ、甘いマスクで。いけ、わざわざ返しに行ったの？そんなことしなくたってさっさと捨てちゃえばいいじゃない。それはそれでもったいないでしょ。まだ使えるのにゴミにするのはかわいそうよ。
会長に掛け合って他の施設に受け取ってもらうことにするわ。ふーん、あゆみよく一緒にいられるな。なんかあんまり相性 よく見えないけど。なんだか校内が騒がしいわね。何かあったのかしら。学校に来たんじゃねえ、ガラクタや。違うか。おい、M モト先生、どうしたんですかこの騒ぎ。ああ、それが、お前、S 村と交際してるんだったな。ええ、まあ、ああ、まあ、知られてんだね。交通事故だよ。S 村が、今朝、救急車で運ばれたって。会長が？そんな、先生、会長は無事なんですか？どこか怪我したんですか？交通事故なら怪我しなきゃおかしいよね。落ち着け。詳しいことは分からないんだ。先生は今から病院に行ってくる。私も行きます。行かせてください。お願いします。ダメだ、待っていなさい。何か分かったら学校に連絡するから。嫌です、会長に会わせてください。君、彼女を頼むぞ。はい。そんな、そんな、会長無事でいて。ガラクタ屋のあの荷車で引かれたんじゃね。大丈夫よ千里先輩、運動神経いいし、ちょっと足をひねったくらいだってば。交通事故やろ、関係ないやろ。絶対関係ないって、そんなめちゃめちゃ大怪我してるって。ほら、ね、教室行こう。荷車のさ、車のあの車輪の部分に S 村先輩のなんか肉片みたいのこびりついてねえかな。本当に俺の想像って本当に最低な時あるよね。ねえ聞いた？生徒会長の S 村先輩が事故に遭ったって。自転車で青信号を渡ってるところに車が突っ込んできたらしいよ。おう、現場を見てたっていうこの話聞いたわ。すごい音だったって。なんでも両足がありえない方向に曲がっていたとか。なんで？なんか関係すんのか、ラクテアと。誰かさんの日頃の行いが悪いからよ。誰かさんが受けるはずの罰を S 村先輩が肩代わりしちゃったんだわ。なんてかわいそうな先輩、誰かさんなんかと付き合ってるせいで。いやもうこいつらもひどいな。なんか、まあ、千里も千里ちゃんだけど悪い部分あるかもしんないけど、でもこいつらがまず校則違反してるのが間違いでもあるもんね。耳を貸すことないわ。行くわよ。アイミー、唯一の両親アイミー。ねえアイミー、大丈夫よね、会長の足が。なんてバカ、デマに決まってるじゃない。嘘よ嘘、あんたの嫌いな嘘よ、信じちゃダメ。どこに証拠があるっていうのよ。先輩が帰ってくるまでは本当かどうかなんてわからないんだから。まあね、そうよね、大丈夫よね、先輩は無事よね。あいみ、あいみが次なんかやられたりしたら悲しくない？お願い、どうかどうか無事でいてください。 T 字さん、足が T 字になっちゃったのかな。おい、エスメラが来たぞ。え、じゃあ、お釣り足りませんよの話みたいにさ、イーサクみたいにさ、なんか足関係なく頭取れてるとかないよね。エスメラが事故にあってまだ1週間しか経ってないのに。足に大怪我したって聞いたけど、こんなに早く退院するものなの？サッカー部の引退も噂されてたのに、足は大丈夫なのか？どういうこと？ちょっと道を開けて、千里、ほらこっち。うん。会長、ガラクタ屋と交換したり、なんか物とかじゃなくてもいいんじゃないの？だから。ん？うん。特に、まあ、マスクしてることぐらいかな。ちょっと違和感があんのは。ああ、よかった会長、本当によかった。私心配で。会長、会長、喋んないな。だから言ったでしょ千里、先輩が足に大怪我したなんてあんたを怯えさせる嘘だったのよ。ほら見なさい、ちゃんと足ついてるじゃないね先輩。足と引き換えに声とか失ったんか。口なんだ先輩。あのこの子、一週間前からずっと気が気じゃなかったんです。励ましてやってくれませんか？てか、なんでまず T 字先輩がこんな目にあってんの？
これ千里ちゃんのせいだったりすんのかな。ん？会長？どうしたんですか？どうして何も言ってくれないんですか？ねえ、なんだか先輩の様子が変よ。こら、お前たち、エスムラあんまり刺激するんじゃない。先生、エスムラ先輩はどうして喋らないんですか？きっと事故のショックだろう。心配しなくてもそのうち口が聞けるようになるさ。そうなの？会長、いやー、まあガラクテアのせいなのかな。それ以来Tジさんは喋らなくなった。交通事故に遭ったことがよほどショックだったのだろう。私をはじめみんなは彼が自然に喋り出す時を待つことにした。でもずっとマスクしてるんでしょ。けれど事故に遭ってから T 字さんに起こった変化はそれだけにとどまらなかった。マスクでしょ。彼は四六時中マスクをするようになった。風邪をひいてるわけではないようだが、体育の授業中も部活中でさえ外すことはなく、あらゆる説が校内をはびこっている。中でも有力なのは顔にひどい怪我を負い素顔を人前にさらせなくなったという説ら。ああ、それを裏付ける話として、Tジさんは昼休みになるとそそくさと教室を出ていくのだそうだ。どうやら人の寝場所を探して一人ぼっちで昼食をとってるらしい。社交的なTジさんからは考えられない行動だ。元が整った顔立ちだっただけに今の自分の顔を受け入れられないのかもしれない。少なくとも私はTジさんが顔に傷を負ってしまったくらいで幻滅したりしないのに。本当か？実際その怪我見ないとその本当かどうか分かんないよね。その今のその気持ちが彼を哀れに思うあまり、私はいつしかその説を信用しきっていた。そして喋らなくてもコミュニケーションが取れるように筆談用のノートをプレゼントしてみた。最初はスムーズに会話が進まず、お互いもどかしさを覚えたけれど、1週間も経つ頃にはすっかり慣れてしまった。あーでもちゃんとコミュニケーションできてんだね。 T 字さんは他の人ともこのノートを使って交流を始め、少しずつ元気を取り戻していった。でもさ、顔に傷を負ったところで会話はできるよね。喋れなくなってんだよ。そしてある日、 T 字さんは誰にも打ち明けられなかった真実を私だけに話してくれた。うん。ああ、これは筆談で喋ってるってことか。いいかい千里ちゃん、今から話すことは秘密にしてほしいんだ。誰にも言わないって約束してくれるか。もちろんです。私誰にも言いません。信じてください。ありがとう。実は俺が事故で足を失ったという話は本当なんだ。え？でも T 字さんにはこの通り足があるじゃないですか。まさか義足だって言うんですか？違う。これは俺の足じゃないんだ。それがガラクタ湯にあったのか。足が。何言ってるんですか？私は嘘が嫌いなの知ってますよね。悪い冗談はよしてください。冗談なんかじゃない。俺の両足は事故で車に挟まれて使い物にならなくなってしまったんだ。太ももから下を全て切断するしかなかった。一生車椅子生活だって言われたよ。そんな、じゃあ T 字さんのその足は何なんですか？この足は買ったんだ。買った？千里ちゃんはガラクタ屋の話知ってる？ええ、駅前の広場にいる古物商ですよね。それと何の関係が？あのガラクタ屋はただの古物商じゃない。売り買いできるものに制限はないんだよ。ごめんなさい T 字さん、言ってる意味がわからないです。足を買う？そんなことできるわけないじゃないですか。俺だって信じなかったさ、こんな状況になっていなきゃね。笑おもすがる思いだった。俺は医者に無理を言ってガラクタ屋を連れてきてもらった。そして本当に変えたんだよ、足を。誰の足かはわからないけど、そんなことこの際どうでもいい。おかげで今もこうして歩けるし、サッカーだって続けられる。あのガラクタ屋は素晴らしい店だよ。その代わり交換したんでしょ、整体を。嘘や。嘘だと思うのなら身長を測ってみよう。この間まで俺は177センチあった。
今年の身体測定の記録を見てもらえばわかる。でも今は175を切ってるはずだよ。君が気づいてくれなかったのは少し傷つくけど、無理やろ。さすがに無理だよ。だって背の高さで TG さんを好きになったわけじゃないですから。私はそう言って TG さんと保健室へ行った。うん、まあ確かにそうだよね。背が高い好きはさすがにちょっと嫌だよな。身長を計で測ってみると TG さんの身長は確かに4センチも縮んでいた。まあでも事故の影響とかっていう、そういう考えにも、現実的にはそういう考えにも至るんじゃないの。これで信じるだろ。信じるんかな。信じます。信じるのね。でも TG さん、ガラクタ屋の彼は言っていました。客からもらったものと同等のものをあげる店だって。察しろよもう。足を買ったのならその代わりに足と同等の何かを売らなくちゃいけないってことですよね。え、マジ V なんじゃねえの。声帯とかじゃなくて口なくなったんじゃね。ねえ、唇とかなくなったんやろ。じゃあでもそしたらもう飲み食いできないから死ぬか。 TG さんは足の代わりに何を手放したんですか。声か、やっぱ。と言ってチンチンとかだったらめっちゃ面白くね。別に喋れないのは全然関係ないみたいなさ。チンチンなくなったんだって。えTG さんもうできないじゃないですかみたいなさ。ごめん。 TG さんは黙って自分の顔を指さした。ちょうどマスクで隠れてる口元の部分だ。まさか口よ。 TG さんは首を横に振る。そしてマスクの紐に指をかけると一瞬ためらった後、紐を耳からそっと離した。あー、やっぱ声か。なんだ、あるじゃないですか口。びっくりした。気まずそうな顔をして TG さんはもう一度口元を指さした。私が綺麗な唇に認められてピンク色をした。それがおもむろに上下開いていく。舌がなくなったのか。え、そこには黒い闇が広がっていた。上下には白い歯が行儀よく並んでるのが見える。しかし目の前に広がってるのは闇だ。本来すぐそこにあるはずの何かが足りない。やっぱ舌か。舌がない。まさか舌を代わりに。こくりと TG さんはうなずく。どうして。まあ、千里が今ふと思ったのはディープキスできないってことだよな。ね、これじゃなきゃダメだったんですか。千里キスしたかったんでしょ。だって舌がなかったらもう喋れないじゃないですか。私また TG さんと楽しくおしゃべりできるのをずっと待ってたのに。あー、ちょっと待って。これちょっと俺の想像でしかない、予想でしかないけど、これ千里交換するんじゃね。あ、でもどうやってやんだろう。それじゃ無理か。 TG の舌を戻すために自分を犠牲にするとかあるんじゃねえの。それに約束したじゃないですか、私が卒業したらキスしてくれるって。ああ、やっぱそうだよね。舌も使うキスでしょ。やるなおい。嘘つき、 TG さんの嘘つき。ごめん、でも君を愛してることに変わりはない。どうか信じてくれ。 TG、 ごめん。お前めっちゃいいやつっていうか、なんかまともだね。だって俺ももし TG だったら顔をもう確実に周りから見ても変わる顔の部分とか変えたくないもんな。でも喋れなくなるも辛いけどね。私たちの間に長く重い沈黙が流れた。受け入れてあげろよ彼女なら。分かってる、 TG さんだって辛いのだ。当たり前やろ。足がなければサッカー部を引退するしかない。車椅子での生活は様々な行動を制限されるだろう。だってそれで足そのままにしてさ、車椅子生活になっても多分千里ちゃんはデートするって言ったのにとかさ、なんかそういう風にやるんでしょ。車運転してくれるって言ったのにとかさ、なんか言いそうや。俺の想像でしかないけど、私なんかじゃ想像できないくらい苦しい毎日を過ごすことになるに違いない。せめて一番近くにいる私が彼の支えにならないといけないのに。うん、そうだよ。 TG さんの嘘つき言っちゃったね。どうしてあんなことを言ってしまったんだろう。 TG さんはごめんと言ってくれた。謝らなきゃいけないのは私の方なのに。
謝りたい。ああ、やっぱやるな。これ TG さんを傷つけてしまったことは心の底から彼が何より喜ぶ形で。おや、こんにちは。またいらしてくださったんですね。何かご入り用ですか？あの、はい。一週間ほど前、ここに足を求めて男の人が来たと思うんです。すみません。他のお客様の情報はお話しできないんですよ。じゃあ単刀直入に言います。舌をください。一週間ほど前、あなたが引き取った舌を元の持ち主に返してほしいんです。分かってます。欲しいものと同等になる何かをこちらも渡さないといけないんですよね。何でも構いません。私の足でも腕でもどれでも好きなものを取っていって。覚悟はできている。これで TG さんとまたおしゃべりできるのなら、 TG さんとキスができるのなら、私は何を失ったって構わない。本当か？一回のキスで満足しちゃって、うわやめとけよかったってなんないか？案外 TG 君口臭くてみたいなさ、最低なこと言ってるけど今俺あるんじゃねえの？そういう可能性も捨てきれないぞ。本当にいいのか？そんな簡単に決めちゃって。震えていらっしゃいますよ。 TG 君だってそれを望んでるかは分かんないぞ。えん、すみませんが、当店の売買は私とお客様ご本人との間でしか成立しないのです。どなたかの所有物となるものの代わりに M 元様から何かをいただくことはできないんですよ。どこまで融通が効かないの？本当にすみません。こちらも商売なので。なんかガラクタやとんでもねえ売買してるけど、まあでもちゃんとしてるんだな。ガラクタ屋は頭を下げながらもニコニコと笑っている。何を言っても崩れないこの表情がなぜだか無性に腹立たしい。この綺麗な顔を苦痛に歪ませたくなる。なじゅうこと言って考えてるお前。落ち着け。落ち着くんだ私。この間とは状況が違うのだから。 TG さんのために彼が失ったものを取り戻さなくてはならない。なんとかなりませんか？もう名前も渡せば、名前の半分。お前佐藤か C になれ。ふむ。ガラクタ屋の男は顎に指を当て静かに思案し始めた。そういえば今日は一人も客がいない。最初は物珍しさに大繁盛していたようだが、この様子では飽きられてきたようだ。だってそんな大層なもんと交換する人前いないやろ。例えば。はい。こちらが M 元様にお渡ししたものを M 元様がどなたかに譲渡するということでしたら構わないのですが。はあ、譲渡？舌を移植するってこと？受け取られたものをどう扱うかはお客様次第ですから、私は一切関与できません。舌の移植は本人の腕やお腹の皮膚組織を使って失われた部分を補い、舌の形を再現する。舌を丸ごと移植するなんて話はもちろん聞いたことがない。本人のものであればそれも可能なのだろうか？医学的に可能かどうかはともかくとして、早めに引き取られた方がよろしいかと思いますよ。どういうこと？私もいつまでここで店を開いてるか分かりませんので。それにここだけの話ですが、人の体というのはお求めになる方が非常に多いのです。ほう。例を挙げますと、ご病気で内臓を悪くされたとか、事故で大怪我を負われたとか。ああ、事故で大怪我、まさに TG さんのことだ。そうか。じゃあ今 TG さんの歩行になってるあの足はきっと別の怪我か病気を患った誰かがそれを治すために泣く泣く手放したものだったのだ。私がもたもたしてるうちに癌か何かで舌を患った人が TG さんの舌を買い取ってしまうかもしれない。中には思いを寄せる方の体を求められるお客様もいらっしゃいますが。ください。はい。これからのことは後で考えます。とにかく TG さんの舌をください。別の誰かのものになってしまう前に早く。ではそれと同等のものを M 元様から頂戴しますが、よろしいですね？覚悟はできています。わかりました。ではお選びください。こちらのうち一つが M 元様から失われることになります。選べるんだね。一応クーリングオフはできませんので。クーリングオフあるんだなまあできないんだな。慎重にお考えくださいね。セーブ
これ分岐あんのかな。少女でお間違いありませんね。これ誰が奪うの。はい、悩んだけれどこんなの合ってないようなものだ。本当か。初めては好きな人ととはもちろん思っていたけど、他2つに比べたら優先度は低い。ないと困るものではないのだから。うん。それでは取引させていただきます。目をつむってください。この選択肢考えたのお前。お前なかなかじゃね。まあ選んでる俺もなかなかだけどさ。一瞬意識が途切れたように感じますが、ご心配なく。気づいた時には全て終わっていますよ。ちょっと待って、お前楽しもうとしてねえよな。意識失ってる間に。お願いします。え？私は言われるがまま目を閉じた。視界が真っ暗になったことで少し冷静になる。痛みとかはないのかな。多分 T 字さんのことがなければこんな怪しい取引、この私が応じるはずがないのに。正直なところ今だってまだ半信半疑だ。本当に T 字さんの舌は取り戻せるのか。本当に私の主人は亡くなってしまうのか。そうしたら自分はどうなるのだろう。想像ができないだけにほんの少し怖い。これで何も起きなかったら人の心をもてあそんだこの男を容赦なく警察に突き出してやろう。ん？ふと口の中に異物感を覚えた。唇は閉じていたはずだが何かが口の中に入り込んだらしい。不思議と不快な気持ちはしない。もそもそと自分の舌で上に乗ったそれをなぞってみる。柔らかくて温かくて、そしてくすぐったかった。これは何だろう。目を開けてよろしいですよ。何？さあご気分はいかがですか。え？舌が引っかかってるようですね。ご自身の舌を下に押し付けて上の舌だけを動かしてみてください。は？もご、もご、あ、しゃべれてる？慣れないでしょうけどコツをつかめば今まで通り話すことができますよ。よかったですね。それでは今日はこれで店じまいですので。ちょっと待って、どういうことだ今。舌が、ん？上等、ん？はい、ぜひともまたごひいきに。ん？下の下と上の下って2つあんの。いました。ちょっと待って、俺今ごちゃごちゃになってます。ちょっととりあえず進めますね。荷車を引き広場を後にする。ガラクタ屋をぼーっと見送る。彼は本物だ。失われたものの実感はないが得たものは確かにあった。早速 T 字さんに会いに行こう。あ、だから今その状態で T 字に会いに行って譲渡するってことだよね。だから今下に2つあんの。お前怖いな。そう思い一歩を踏み出したが脳からストップの信号がかかりとっさに足を引っ込める。何？今すぐ移植できるかわからないのにぬか喜びさせてはいけない。舌を根っこから移植する方法があるのかどうかまずは医者に相談するべきだろう。いや、まずびっくりするだろう。医者も何これってなるでしょ。 T 字さんに打ち明けるのは確証を得てからでも遅くない。 T 字は絶対望んでなかったよなこれ。しばらくの間は私とガラクタ屋だけの秘密ということにしておこう。ものすごくキモいこと言うけど、もしあの T 字がね、そういう初めてっていうのをものすごくもう異常なほど大切にしたらもう興味なくなったりすんじゃね。ね、お前もう初めてじゃねえのかよっつって。どうすんだろう。今度は指先でそっと舌に触れてみる。これが T 字さんの。 T 字さんの舌は私の舌を上から包み込むように生えていた。どちらにも感触、触覚があり、どちらの意思でも動かすことができる。これなんかキモい発想しない？もうキスできてんじゃんみたいなさ。けれど言葉を発するためには自分の舌を口底、口底に押し付け T 字さんの舌だけを動かさなくてはならない。ガラクタ屋の言うように普段通り喋るためには練習してコツをつかむ必要がありそうだ。まず顔も変わるやろ若干で、なんかその顔ちょっと変わっちゃったから T 字が何お前ってなんじゃないの。そんなことを冷静に考えているつもりだったが、私の頭の中は別のことでいっぱいいっぱいになっていた。やっぱそうじゃん。したでしょ。ほら夫婦やん。ほら夫婦絶対そうじゃん。私ずっと T 字さんとキスしてみたかったの。ふわー。終わり？続き出た。そうだよね、
これね、この制作者さんがね、なんかプレイ時間書いてくれてんだけど、プレイ時間だけなのよね。あくまでもタイトルとかは出てないから何も知らないんだけど、続きがあるんだな。ちょっとこの撲滅祭はちょっともう一回後にしよう。この続きやりたいよね。ちょっと待って、まず一回セーブしよう。今まで読んだ他の話にもなんか選択肢出てきたけど、特に変化なかったんだよね。でもこれ変化あるんじゃないの？涙腺片方の肺、片肺、変肺なん、なんて読むんだろうこれ。片肺か、片肺でお間違いありませんね。はい、悩んだけれど肺一つなくたって呼吸はできる。もともと運動神経だってそんなに良くないし、臓器だったら亡くなったことが誰かに気づかれる心配もない。それでは取引させていただきます。目をつむってください。一瞬意識が途切れたように感じますが、ご心配なく。気づいた時には全て終わってますよ。あー、これ多分やっぱ変わんないかな。どうだろう、ちょっと待ってね。一回まずスキップするよ。うん、変わらんかった。まあ一応涙腺もやってみるか。涙腺の間違いありませんね。ほんとなんかちょっとセリフが変わるだけだね。悩んだけれど涙が流せなくても人は生きていける。むしろ感情に押し流されなくて済むになるのだから一石二鳥じゃないか。いやでも感情に押し流されて涙が出なくなるんだぜ。流されるやろ結局。絶対にどんな時があるか分かんないじゃん。ティージと別れる時に涙が出なくなっちゃうんだぜ。ねえ、もう別れる前提だけど。まあ変わんねえか。多分変わんないや、これは。さあさあさあ、赤いナメクジ偽かな、これ偽かな。なんかね、赤いナメクジはプレイ時間25分とかだったんだけど、こっちね15分とかなんだよね。だからこっちよりも短いけど、てかそもそも赤いナメクジってどういう意味なんだろうね。まあ行くか。赤いナメクジ偽、これでなんか続きなんだろうね、多分千里ちゃんなんじゃないの。あ、やっぱそうだ。私こと M 元千里は足と引き換えに舌を失った T 字さんのために涙腺を売って彼の舌を取り戻した。あ、これあれなんだね。俺さっきの話で、まあ、順番通りやってって涙腺になってんの。ちょっと待って、これあれだ、ダメダメダメ、俺それ別パターンがいい。よし、やり直して戻ってきた。多分この手術の方がなんかちょっとドロドロした感じになりそうじゃね。多分あんま変わんないと思うけど、でもなんかこっちの方がさ、なんかありそうやん。なんか T 字くんが、私こと M 元千里は足と引き換えに舌を失った T 字さんのために指示を打って彼の舌を取り戻した。うん、日常生活には全くと言っていいほど支障がない。まあ、そりゃそうだろう。そりゃそうだろうね。千里、どうしよう。今日数学の小テストがあるのすっかり忘れてた。あみはご健在だな。数学は3時間目でしょ。今からでも頭に叩き込めば間に合うわよ。ガラクタ屋と取引した晩、舌がつるほどに練習を重ねたおかげで翌日には苦もなく喋れるようになった。すごいな。絶対慣れないだろう。テスト範囲ってどこだっけ。46から52ページよ。案外テスト範囲狭くない。そんな広かった。広いか。やだな、もうなんか久しく勉強してねえからか、なんかすごい狭く見えるけど。 T 字さんは今日からサッカー部に復帰するらしい。ほん、なんでも他人の足というのも動かすのにコツがいるらしく、今まで体育の授業も休んでいたとか。はあ、足は全体重を支える重要な部位なのだから、舌一つ動かすよりも苦労するのだろう。それでも部活に復帰できるほどに体をなじませた T 字さんはやっぱりすごい。影の努力がうかがえる。すげえな。でも T 字のでも歪んだ部分見たいけどな。歪まないの？歪んでほしいよね。ゾリゾリ、あ、お前毛剃ってる。私はT 字さんと交際を始めてから今までに幾度となく考えたことがある。私たちがクラスメートだったらお互いをもっと間近に感じられただろうと。うん、同じ教室で授業を受けることができれば退屈な時間に彩りが加わるのに。退屈な時間って思っちゃってんのかい。なんて叶いもしない無双にふけるのも昨日までのことよ。こうやって普通に生活してるけど、こいつ舌二つあんだよね。ゾリゾリ、私はいつでもどこでも彼を感じられるようになって。待って、このゾリゾリってそういうこと？今口の中で舌ベロベロしてんのかな。やば。間近どころか深く交わることだってできる。ちょっと待って、お前もう渡す気なくなったりしない？ゾリゾリゾリ、でもゾリっていう効果音で合ってんのか。ああ、いけない、今は授業の忘れじゃ。こいつ一番の校則違反やろ。まずこれに校則のもう概念関係ないか、当てはまらないか。普通に舌2個ある人間でまあいないもんな。舌と舌が絡まり合う熱い抱擁を交わすように時に舌先でつつき。こいつ授業中にエッチしてるやん、口の中で。ゾリ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 、止まらない。私たちの愛の育みが唾液に変わり、唇からこぼれ出しそうになる。
やば。ジュルリ。すかさずハンカチを当て周囲を伺う。誰にも気づかれてないようだ。音聞こえるくないでも絶対。気づいたところで、まさか一人の口の中で二人の舌が愛し合ってるとは夢にも思わないだろう。これ T 字がゾッとするだろこれ。いくら彼女でも。ずっと、私はずっとこうしたかったの。お前やめろもう執行部。一番あかんや。もう3時間目になっちゃった。小テスト大丈夫かな。公式さえ覚えてればなんとかなるわよ。って言ってるけど、お前勉強に集中できてないだろ。あれ？あんたなんでそんなページ見てるのよ。なんでって、小テストの予習に決まってるでしょ。え？さっきは46から52ページって言ってたじゃない。バカ言わないでよ。テストの範囲は54から56ページだって教えたはずよ。最低だなおい。そんな、さっきまでの私の苦労は何だったのよ。今からじゃとても覚えられないわ。聞き間違えた あんたが悪いんじゃない。八つ当たりされても困るわ。いや証拠はあるぞ。54から56って言ったんだろうお前。さっきのところ、おめえ証拠消しやがってな。あ、じゃあ証拠消しねえわ。どこだおい。おいちゃんとここにあるんだぜ、バックログに。あれどこだ。あーっとほら、46から52つ取るやんけ。え、めちゃめちゃかわいそうじゃん、あいみ。あいみでも、あいみがいればなんかほのぼのしてるからちょっと知らないでな。聞き間違えてあんたが悪いんじゃない。八つ当たりされても困るわ。54から56で間違いないのね。教科書教科書。あいみ、こいつと関わるな。こいつ授業中ずっとベロ中してたんだぜ。それでは。はっ。まったく、あいみはそそっかしいのよ。人の話を聞かないんだから。おめえだよ。おめえ最低だな、おい。こいつ絶対自分のミス絶対肯定しないタイプだもんな。ね。絶対自分のミスって分かってるのに。ゾリ。またゾリ、ゾリ。ゾリ、ゾリ、ゾリ、ゾリ。ダメよ。今はテストに集中しなきゃ。いや、もう集中できてねえのよ。ゾリゾリ。ゾリゾリ。私はなんて罪深い女なんだろう。一人でこんなにもいい思いをして、失った代償は限りなく小さい。T字さんは舌をなくして、喋ることもできず、食事を味わうことだって叶わないのに。でも大丈夫。彼の舌は今ここにあるのだから。やば。もうすぐ彼にも、今まで通りの日常が戻ってくるはずだ。いやさ、今この動画を見てて、彼氏彼女がいる人たちに聞きたいんだけど、いるかわかんねえけど。いるかわかんねえけど、俺の動画見てる人にカップルとかあんまいないと思うんだけど、なんかさ、もし自分がこの立場になってさ、舌がない状態の方ね、になって、実は彼氏彼女が、まあこういうことがあって、舌が二つあって、そのもう一つの舌が自分の舌だとして、ずっと授業中とかベロベロしてて、それ知った時どう思う？でも本当に好きだったら、特にないのかな。俺は多分ゾッとするわ、さすがに。もうすぐ彼にも今まで通りの日常が戻ってくるはずだ。いやでもベロベロした後の舌よ、すごい変色したらどうする。舌の移植だってもともと本人のものなんだから、縫合さえすればどうにかくっつくでしょ。そんな簡単にいく？だからせめて数日の間だけはこのままでいさせてほしい。必ず T 字さんにこの舌を返してあげるから。ちょっと、千里、どういうことなのよ。テスト範囲54から56ページでも、46から52ページでもなかったじゃない。ねえ、あいみ、あんた本当にバカになっちゃったの？私そんなこと一言も言ってないわ。そもそも、テスト範囲は知らされてないのよ。は？端元を一通り、振り返っておくようにって言われてたでしょ？いや、さすがにこれはもうなんか怒りとかじゃなく心配になるだろうな。もうしっかりしてよね。あんた、どうしちゃったの？どうもしてないわ。どうかしてるのはあゆみの方よ。熱でもあるんじゃないの？こうやってあゆみが喋ってる間にもベロチューしてんだろうな。ゾリゾリって。千里、変わっちゃったな。知ってる？安村先輩の話。サッカー部に復帰したはいいけど、全く振るわないんだって。ほとんど無傷だったくせに、体育まで休んでるから体がなまったんだよ。部員に迷惑かけて何やってるんだか。おい、なんだそれは。それに一日中マスクして、なんだか陰気な感じ。ハンサムだった頃の顔忘れちゃったわよ。本当にハンサムだったのかしら。おい、こういう陰口一番腹立つよな。学校に T 字さんの陰口がはびこっている。交通事故にあって一度は同情したくせに、無傷に見えるからと手のひらを返すなんて。怪我しなきゃ同情しないの？交通事故にあったっていう事実があるなら、二
普通同情というかさ、悪口は言えないよね、陰口も。あの人はみんなの知らないところで絶望して血の滲むような努力をしてやっとサッカーができるまでになったのだ。あ、会長。ちょっと今ミスったな、下。あの、聞きました、部活のこと。 T 字さんはいつからかずっと曇った表情をしている。聞こえてんだろうな。きっと生徒たちの陰口に声を上げて抗議したいだろうに、それもできず飲み込んでるからなのだろう。彼の思いを晴らすことができるのは私しかいない。外野が何と言おうと気にしないでください。エースの勘が戻ってないんだから。ちょっと舌絡まるな、たまに。もう俺のせいだけど。深いため息をつき、 T 字さんは首を横に振る。そうじゃないと言いたいようだ。見たところ T 字さんは筆談ノートを持っていない。いじめとか受けてるわけじゃないよね。これでは彼の言葉を聞くことができない。一体どうしたのだろう。ノートとか誰かに隠されたりとかしない？会長、あの、実は。下の剣を言いかけてハッと口元に手を当てる。 T 字さんを安心させたくて危うく口を滑らせるところだった。まだだ、まだこのことを話すわけには。あ、待ってください。 T 字さんは暗い顔のまま去っていってしまった。これどう思うのよ。きっともどかしさを感じてるのだ。他人の足とはいえ大好きなサッカーを続けられると思った矢先、その勘がなかなか戻らなくてショックだったことだろう。恋人にあんな態度を取ってしまうのも無理はない。もう少しだけ待っててくださいね。そういう気持ちがあるならもうゾリゾリすなよ。罪悪感しかわかねえぞ、あとあと。ねえ、私にも一枚ちょうだいよ。ダメよ、プレミア付きの超お宝なんだから。またあの3人組じゃない。じゃあせめて手に取って見せてくれてもいいじゃない。またあなたたちなの。やっぱそうか。ゲゲ、隠して隠して。お前らもう懲りねえな。遅いわよ。それ何かのプロマイズね。学校で持ち込んでいいと思ってる。そこをなんとかお願いよ、M 本さん。スポットファンクラブの、スポットファンクラブ限定の貴重なブロマイドなの。どうしても3人で見たくて。で、帰りにやれや。家とかで集まってやれよ。M 本さんにも見せてあげるからさ。いいでしょ？ダメよ。幸福違反だぜ。生徒会で全部扱う。あ、そうだ。あのね、M 本さん、実はこれは、いや、お前ら本当に、こいつらもクソだな。本当に学ばねえんだな。ブロマイドなんていうのは全部本人の許可なく撮影したものなんだ。肖像権侵害で法律に反するぞ。え、ちょっと待って、何を言ってんの。ちょっと何を言ってんの。え、そんなものを学校で見せびらかすなんて、あなたたちもどうだよ。ねえ、彼女は何を言ってるの。さあ募集なんてしたら生徒会が罰せられるだろうわ。今ここでやめてちょうだい。何よその前ら、生徒会が罰せられるだろうに積まれてる。知らないようだから教えてくれるだろう。生徒会は警察とつながってるだろう。すぐにでもここに警察がいるだろうわ。やばくないこいつ。ねえ、言うことを聞かないとどうなるかわかるね。私たちをバカにしてるの。そんな嘘で私たちを騙すつもり。あ、てかそういえばそうだね、嘘になるか。こいつは嘘だと思ってねえけど。嘘ですって、バカやらないで。この私が嘘なんかつくわけないだろ。行きましょう。この子なんか変だわ。ずっと変だよ。ずっとベロチョしてんだもん。あ、待てやらない。待つのはあんたよ、千里。うわ、何よ、あめ。やっぱりあの違和感は間違ってなかったんだわ。小テストの時からおかしい気がしてた。最初は会長の件でストレスを感じてからだと思ってたけど。私は何にもかすあれ。急いでるの。もう一体いろんな子に聞いたのよ。あんたこの間から嘘ばっかりついてるそうじゃない。ある子には異中の男子が体育館裏で待ってるって言ったり。え、あるカップルにはお互いに浮気してるって吹き込んだそうね。まさか人違いですよ。私がそんな嘘をつけるわけないって、あんたが一番よく知ってはるよ。そうよ、ずっと信じてたのよ。何かの間違いだってみんなに言ったわ。でも私は裏切られた。佐藤、あんたは変わってしまったわ。事情があるのかは知らないけど、もう付き合いきれない。ちょっと待ってよ、私頭折れたろ。会長が交通事故に遭った朝一緒にだろ。
会長は足を怪我して私は頭を何これ、舌交換しただけでなんでこんなんの。見えすいた嘘言わないで、もうたくさんよこの嘘つき。もう関わるな、関わってたらお前なんかありそうだぞ。なんか待ってよアイミ、待ってたろ。ベロベロすな。どんなせいよ、私が大嘘つきですって。何よりも嘘を嫌うこの私が。そんなはずがない、嘘をつくことに一体何の意味があるというのか。尻のため、あるいは星のため、理由は人と場合によりけりだけど、人を騙してまでする必要なんてないはずだ。そこまでして得たものを、守ったものに価値なんてあるわけがない。私には嘘をつく意味も理由もない、嘘をつく必要なんかない。気づいてないんだよね、本当だと思い込んでるから。まあ、こいつからすれば嘘じゃねえんだよな。見たか、ついに M 元がやったみたいだぜ。法律だの警察だのを持ち出すなんて変なもんでも食っちまったんじゃないか。確かあの子まだ1年なのよね。生徒会だからって横暴じゃない。生徒会長は何してるんだか。これだって T 字君にも伝わるでしょ。その生徒会長も今はあれだからな、二人揃って辞めちまえばいいのに。もうお呼びじゃないんだよあいつら。誰に何と言われようが構わない、私は正しいことをしている。いやしてないよ。守るべきルールを破り、天津さえ嘘までつこうとした彼女たちは叱るべき罰を受けるべきなのだ。私は何も間違っていない。ねえ、一年の M 元ってあなた？え？ん？何の用ですか？なんだ？これだけの人数に囲まれて何の用かもわからないほどあんたもバカじゃないでしょう。私これからバイトなのです、どいてください。噂は本当だったのね、これは傑作だわ。な、何がおかしいのよって。うちの学校はアルバイト禁止のはずよ。学校中があんたの話で持ちきりさ。嘘嫌いの生徒会役員がガキみたいな嘘をつくようになったってねえや。誰がそんな噂を、とんだ風評被害やわ。自覚がないってのも本当みたいね、かわいそうに。頭のネジが飛んでいっちゃったみたい。安心しな、これからタイラが今までに溜まった学校中の鬱憤を晴らしてやるからさ。やめなさい、こんなことをしたらあたなたってかただで済まないわよ。警官でも呼んでく、飛んでくるのかい。聞いてよみんな、生徒会は警察とつながってるんだって。は？それは面白いことを聞いたわ。ねえ、待ってあげるから呼んでみなさいよ。何それ、どういうこと。そんな嘘、私は一言も。ほらやってみなさい、今すぐ。まずい、人が来たよ。あ、あいつはT字君か。おー来た。か、会話だろ。邪魔しないでよ S 村、あんたらって知ってるでしょ。こいつが生徒会の権限を使ってあることないことをわめき散らしてるって。何度言わせれば気が済むの。私は一度だってそんなこと。会長？待ってください、会長。ティジさん、待て。はははは。ついに見捨てられたわね。ざまあないわ。どうして？ティジさん、なぜいつもみたいに助けてくれないの？さて、あんたたち、準備はいいわね。え？ハサミ？何をするつもりで？さあ、それは。完成してからのお楽しみよ。何？いや、やめろやめろ。あんたはスカートね、私は髪をやるわ。それはでも警察呼んでもいいんじゃないの。ちゃんと危ない。おい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 、マジかマジか、やめて。ララララララ。こんな時でも舌ベロベロすんのか。どういうこと。会長いますか？いない。よかった。こんな姿、会長には見せられない。明日の会議で使う資料をまとめておかないと。なぜ、助けてくれなかったの？ T 字さん。この間、私が無理に励ましてしまったことを怒ってるのだろうか。あれからの T 字さんは、妙によそよそしかった。私から距離を置こうとしているような、そんな空気を感じていた。T
てっきり部活に集中するためだと思っていた。もしくはそう、私の噂を真に受けてしまったんだろう。根も葉もないヨタ話を信じるなんて TG さんらしくないけれど、誤解は解かなければ。この仕事が終わったら TG さんを探しに行こう。謝って誤解を解いて、そしてラララララララやってんな。今度こそラララララ伝えろ。ゾリ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 、 TG さんが犠牲にしたこの人は私がちゃんと取り返すらって、ラララララララ、きっと喜んでくれるはず。また私に笑顔を向けてくれるはずなのだ。ごめんね、これ気持ち悪いよね。 俺も今思い、なんか思い立ったけど、これや気持ち悪いよね、これベルベルベル。あれ、机から見覚えのあるノートが落ちた。私がティッシュさんにプレゼントした筆談用のノートだ。ちょっとなんか喋りづらくなってきた、これやれやれってたら。近頃はノートを持ち歩いてるところを見ていなかった。使い切ってしまったのだろうか。ちょっと待ってね。うん、ノートなんでもう持ってないんだろうね。ノートを手に取りパラパラとめくってみる。後ろの方は真っさらだ。どうやら置き忘れてしまっただけらしい。とろけないとと思いながら最初の方を遡ってみる。私と筆談を始めた頃の記録だ。この時はもどかしく走り書きしていた TG さんの字が日を追うごとに丁寧になっている。日付を書いてるわけではないけれど、内容を見ればそれがいつの会話だったのかまざまざと思い出せた。千里ちゃんはガラクタ屋の話知ってる？懐かしい。ここで初めて足のことを聞いて、代わりに舌を失ったことを聞いて。レオ、私がそれを手に入れたのだ。その後も主に私とのやり取りが綴られており、時折家族や友人と思わしき人への言葉が記されていた。私との最後の会話はどんなだったかしら。私以外の人との会話を盗み見るのはさすがに罰が悪い。うん。パラ、またパラパラとめくり見覚えのあるやり取りを探してみるが、第三者への言葉も目に入ってしまう。掃除当番変わってくれないか。夕飯は何でもいい。宿題やった？すみません、リハビリが足りないかもしれません。ふとページをめくる手が止まる。サッカー部の顧問との会話だろうか。謝罪の言葉と部活外の練習量を増やす約束が記されている。ごめん、悪かった。ん？部活仲間宛てと思われる詫びの言葉が続く。見てるだけで胸が痛くなる。どういうことですか？納得できません。考え直してください。急いでペンを走らせたのか、 TG さんの文字が次第に乱れていく。彼の荒い息遣いまで聞こえてくるようだ。一体何があったのだろう。私は息を飲んで次のページをめくった。もうレロレロすんなよ。クソが、こんな部活やめてやる。ん？ TG さん？ TG さんが部活をやめた？まさか、さっきの殴りかけは戦力外通告に対する抗議だったのか。いや、そんなことよりもここまで語気を荒げるなんて TG さんらしくない。あの温厚で凛々しくてリーダーシップのある TG さんがこんな汚い言葉を使うなんて。それほどにショックだったのね。であれば今までの私への態度にも納得がいく。あの時すでに TG さんはサッカーをやめていたのだ。私はなんて声をかけたらいいのだろう。どんな言葉が TG さんの救いになるのだろうか。結局足を交換した意味もなくなっちゃったよ。それじゃあ、私は思い悩みながら次のページをめくった。部活をクビになった。友人か家族への報告だろうか。先ほどと比べて文字にはいくらか落ち着きが見えるけれど、クビになったという表現にいささか疑問を感じた。ほう、どんな戦力外通告を受けたのかはわからないが、部活を辞めるように言ったのは TG さんの方ではないだろうか。そう思いはしたが、常に上を目指す TG さんのことだ。戦力外通告はすなわちサッカー部員としての自分の存在意義の消失だったに違いない。その後のやり取りを目で追ってみる。どうやら気の置けない古くからの友人が相手のようだ。ガラクタ屋についても打ち明けている。私しか知らないと思っていたために少し妬ましく感じてしまう。顧問も部員もいい顔をしてればいいなりになるくせに、こんな時ばかり決断が早い。その先は延々とサッカー部への愚痴が続いていた。人の悪口というのは見ていて楽しいものではない。うん。
それなのにどうしても目が離せないのは、TG さんの筆跡で TG さんらしからぬ言葉が綴られてるからなのだろう。人間、誰しも黒い部分はある。それをどこまで人前にさらすかなのだ。うん。TG さんにだって、こんな一面があってもおかしくない。うん、逆に人間らしくて俺は好きだけどね。少なからずショックではある。けれど、他人とのやり取りを盗み見てる私が文句を言える立場ではない。ここでノートを閉じてしまえばいいのに、湧き上がる好奇心に負け、私は次のページをめくってしまった。あのブスも使い物にならない。TG？ ブス？誰のことだ？少なくとも私のことではない。ブスとはおそらく女子の誰かだろう。誰だ？蔑まれてはいるが、突然の女性の影に動揺を感じずにはいられない。俺の舌はとっくに揺られていた。ガラクタ屋のことだ。私が TG さんの舌を買い取った後、彼もガラクタ屋を訪ねていたらしい。あのブスに取り戻させる手段。あのブスに取り戻させる算段だったのに、本当に使えなくなっちまった。仕事もまともにこなさない。巷じゃ奴は嘘つき扱いだ。あいつが何と言われようとどうでもいいが、まともに校則違反を取り締まれないんじゃ、生徒会の株もだら下がりだ。ちょっと立てればその気になって、俺の代わりに何でもやったが、今では鬱陶しくてしょうがない。没収物も不作続きだ。小遣い稼ぎにはちょうどよかったのに、本当に使えない。これ TG クソゴミやん。真面目だけが取り柄の、ブスのくせに。何これ。こんなの信じないわ。だって、ありえないもの。TG さんはこんなこと言わない。そんな顔も可愛いね。ね、ね、ね。言ってたね。ね、ね。TG さんは、私のことを可愛いって。君を愛してることに変わりはない。ない、ない、ない。言ってたね。ね、ね。私のことを愛してるって言ってくれてたじゃない。来るぞ、TG。来ないか。嘘、ついてたの？今までのこと全部嘘だったの。これで繋がったな。なんで千里ちゃんまでめちゃめちゃ嘘が出るのか。これだから TG 君の舌を今つけてるから、 TG 君の舌として嘘をついてたってことだよね。だからそれが嘘だって分かってないのは、多分その自分の舌は本当のこと言ってんだけど、でももう暴走してたのは TG の嘘ってことでしょ。繋がったね。なんでこんなに嘘まみれになっちゃったのか、千里ちゃんが。おー、なんだ？それに約束したじゃないですか、私が卒業したらキスしてくれるって。嘘つき。 TG さんの嘘つき！嘘つき、大嘘つき。褒め言葉も愛の言葉も全部全部嘘だったんだ。こんな舌ちょん切ってやる。大嘘つきの舌なんかいらない。あんな奴の舌なんかこうしてやる。でもお前ずっとレロレロしてたよね。キャー。痛い。どうしたあいつの舌なのに私の口から出ていったよ。ああ、ゾリ。ちょっと待って。まだやるん？ゾリゾリ。あら、なに？したら勝てねえ。ゾリゾリ、モゾモゾモゾ。くれ、口の中いっぱい。モゾモゾモゾ。もぞもぞもぞ。これ消せないの？これ。これ消せない。ひぃー！あ、これハサミで切ったところ？これなんとか消せねえかな。ちょっと待って。クソ、消し方が分からねえけどしょうがねえな。ひぃー！
あんな男前からずっと気に食わないと思ってたのよ。だって私知ってるんだから、あいつの親ヤクザの下っ端やってんのよ。何これ、口が舌が勝手に思ってもないことを、で舌の長さよ。逆らったら何されるかわからないからおとなしく言うことを聞いてただけなの。最初っから惚れてなんかなかったのよ。ふら違う、そんなこと思ったことない。あゆみだってそうだわ。私いやいや友達やってたんだから。あゆみ一番言う子やろおい。あの子遠行なんかやってんのよ。何触ったかわからない手でベタベタ触ってきて、ほんと不愉快。これ全部嘘ってことだろ。いや、やめてよ。あゆみはそんなことしない。大事な私の友達よ。見えすいた嘘言わないで。見えすいた嘘言わないで。もうたくさんよ、この嘘つけ。ああ。そうか。私ずっとみんなに嘘を。叫び声が人を超えたって。そこよ、生徒会室。おい、誰かいるのか。うわ。あなたどうしたの、そのスクールスクールスクール。こらは待ちなさい。私はなんてバカなことをしたんだろう。あんな男のために女性にとって二度と元には戻らない大切なものを売ってしまうなんて。一度はあの男に捧げるつもりでいた。主人はもう誰かに買われてしまったのだろうか。めまいがする。私の知らないところで私の先祖が使われてるかもしれない。吐き気がする。考えたくもない。とにかく今はあそこを目指して走り続けるだけだ。もうガラクタいねえだろ。いねえ。どうして、どこに行ったの、あのガラクタ屋。ゾリゾリゾリ。やだ、いや、取ってよ、誰か取って、この大嘘つきの赤いナメクジを誰か取って。そういうことね。あなたにとってのクズ者も誰かにとっては宝物。売ります、買います、ガラクタ屋。おー、1994年経験九州だもんね。だよね。いやー、胸くそ悪。まあでも T 字ももう下戻ってこないし、まあ千里ちゃんはちょっとなんかね、かわいそうなところもあるけど、まあでもゾリゾリすぎたね。まああくまでもガラクタ屋が悪いやつではなく、まあどちらかといえば願いを叶えてくれる存在でもあるもんね。だからいいね、赤いナメクジの意味が最後にわかるってすげえいいな。じゃあやる？都市伝説撲滅隊。ちょっと一回水分補給してからやるか。よし、行くか。都市伝説撲滅隊。これ1時間あるんで、まあ相当おもろいんちゃうかなと。だって都市伝説を撲滅すんでしょ？ねえ、こんな話知ってる？知りません。いいな、こういう始まり方。夜、子供が一人で道を歩いてると、向こうの方から大きなマスクをした女の人が歩いてくるの。お！口裂け女かい？女の人は子供の前に立つと、こう聞いてくるんだって。私、綺麗？うえぇ。綺麗と答えると、女はゆっくりとマスクを外して、これでも、正体見破ったり！J、口裂け女の正体は、4年3組の Y 先生だ！ん？つまりはこういうことなんだよ。ん？全然ついてけん。最近塾通いの子供が増えたせいで、夜遅い時間に子供が一人でいることが多くなったんだ。大人たちが夜交代で見回りをするようになったけど、ある日彼らは気づいたのさ。都市伝説を演じればみんな怖がって集団で行動するようになるだろうって。おお、なるほどね。そういうのって大丈夫なんかな世間的に。
いやでもなんかね、最近ほんとなんかエッチなアプリでしか口先女見てないからさ、なんかちゃんと怖い口先女見れると思ったんだけど、ないか。お、可愛らしい女の子。W 派でいいか。それに一役買ったのが Y 先生だったってわけなのよ。お、ゆうちゃん、だから本当は口先女さんなんていないの。みんな安心してね。なんで、よかった、これでもう怖くないね。ありがとう、お兄ちゃんたち。でも夜道が危ないことに間違いはないんだ。君たちはまだ塾に行く年じゃないけど、暗くなったらすぐに帰るんだよ。へい、ヤクザか、怖いやつらだな。はあ、いいことした後って気持ちいいわね。ね、ゆう、この子たちが都市伝説撲滅隊ってこと？なんだろう、ねえ知ってるみたいな風に始まるとさ、俺あのあれ思い出すんよね。流行り紙めちゃめちゃ面白くてすっげえ好きだったんだよね。これは友達の友達から聞いた話なんだけどさ、みたいな始まるんだけど、すげえ好きなんだよ、流行り紙がね。うん、はい、あの初代のね、初代の 1,2,3 とかあったんだけど、 PSP でやってたんだよ。すっげえ懐かしい。はい、うん。でもね、ダブハちゃん、私ちょっと気になるんだ。何がよ。口先女さんに変装しなくても大人の人たちがみんなをお家まで送ってくれればいいのにって。一人足りなくない？どうしてわざわざ子供を怖がらせるようなことをしたんだろう。ジェイ君わかる？お前両手に花だな。子供たちに一人になっちゃいけないって分からせるのが手っ取り早いからだよ。一度痛い目に遭うと人は学習するだろう。大人たちはそれを利用したのさ。ひどい話ね。本気にして眠れなくなる子だっているでしょうに。そこで僕たちの出番なんだよ。都市伝説なんか存在しない。それを証明して子供たちみんなに安心してもらうんだ。そして大人たちに分かってもらわなきゃ、恐怖はしつけになんかならないってことをね。みんなには口先女さんのお話関係なく、夜は一人にならないようにしてもらわないとね。その通り。うん。でも口先女ってさ、あの怖すぎっていう DVD みんな知ってる？なんか怖い、ちょっとドキュメンタリー風のちょっとなんかおもろいね、あのホラー映画じゃないけど、なんかホラービデオみたいなのあるんだけど、それのね、あの一番最初の話がね、怖すぎってやつで、一番最初が口先女なんだけど、めちゃめちゃ面白いからね。一回みんなあの DVD 借りてきて。いや、てか今あれかな、 Amazon プライムとかで見れるかな。あるんだけど、めちゃめちゃ面白いから。なんか最初ね、なんかあの人の民家の前でなんかずっとぼーっとしてんのよ、口先女が。でこっち気づいた瞬間猛ダッシュで走ってくんのよね。めちゃめちゃ面白いから一切怖くない。僕らは人呼んで都市伝説撲滅隊。その名の通り、世にはびこる都市伝説を撲滅するための一団だ。お前らもこれを遊びだと思ってるだろう。隊員は3人。人脈の広さはピカイチ、元気が良くて曲がったことは大嫌いなタブハちゃん、優しくてのんびりしてて学校のみんなに好かれてるちょっぴり泣き虫のユウちゃん、この子モテるだろうな、なんかアイドルっぽいし。そして僕ことジェイ、幼稚園の頃からずっとおじいちゃんに鍛えられてるから、大人や都市伝説にだって負けないぞ。負けるよ。ああ、いいね、いいな。俺もこういう小学生生活歩みたかった。なんか女の子といっぱいいろんなことして気持ち悪。僕たちは今日も僕たちは今日も子供たちを脅かす都市伝説の正体を解明していく。めちゃめちゃここごじってるやん。で頑張ったな、小学生にしてはこの撲滅隊とか俺も多分書けないもん今。読むのはできんだけど、いや読むこともできないか、書くのが一番無理だからね今。もう全然書けん。トイレの花子さん、そう、3年の子が見たらしいのよ。でもうちの学校に花子さんがいないのはとっくに証明してるよね。それが花子さんが現れたのは隣町の隣町の廃校らっていうの。廃校らって、どうしてその子はそのところに。とにかくこれは都市伝説撲滅隊の出番よね。詳しい話は本人から聞きましょう。昼休みうちの教室に来てもらうように言ってあるから。うん。トイレの花子さん、言わずと知れたと有名都市伝説だ。うん。学校の階段や学校の七不思議なんかに名を連ねてる。聞いたことがないなんて人はいないだろう。うん。花子さんに関する逸話はいくつかあるけど、特に有名なのは校舎3階の女子トイレの3番目の個室を3階ノックして、花子さん遊びましょうと言うと返事が来るというやつだ。だけどさっきゆうちゃんが言ったように、うちの学校に花子さんがいないことはとっくの塔に証明してる。きっと廃校の花子さんも何かを見間違えたか、誰かが花子さんに変装したんだろう。よし、僕たち都市伝説撲滅隊がトイレの花子さんの正体を突き止めてやるぞ。もうそれもさ、俺エッチなアプリで花子さんがいっぱい出てきてさ、顔はいくてちょっとスケベなさ、花子さんしか見てないから最近怖いんだろうな。また彼が花子さんを見たっていう子よ。え、今日
大丈夫だよ、リラックスして。お姉ちゃんたちが力になってあげるからね。可愛い。ムラムラすんなよ少年。うん、まずは何から聞かせてもらおうかな。やっぱり花子さんを見た時の状況でしょ。どういう経緯で彼女が出てきたのか聞いておく必要があるわ。この子が見た花子さんの特徴も気になるね。私たちが知ってる花子さんの姿と同じかどうか知りたいな。廃校についても詳しく聞いておかないとね。どうして廃校に行ったりしたのか、廃校のどこに花子さんは現れたのか、一つ一つ聞いていくから質問に答えてもらえるかい。君もう死んでぬ、死んでない。今すげえ髪型したけど死んでぬって言っちゃったけど、君顔色悪すぎない。わかった、声よし、じゃあ事情聴取開始だ。あー、なんかすごいね。花子さんを見た時の状況、花子さんの特徴、廃校について、これ一つずつ聞けるよね。まず A から聞くか。花子さんを見た時の状況を教えてくれる？わかった。ね、昨日の放課後。うん。わ、廃校っぽいな。友達と一緒に校庭で野球してたら、ボールが3階の窓を割って学校の中に入っちゃったんだ。どうしようと思ったけど、取りに行くしかないでしょ。だからみんなで校舎の中に入ろうとしたの。入ろうとした？入ってはいないのかい？うん。昇降口に近づこうとしたら、友達の一人が気がついたんだ。気づいたんだ。窓からこっちを見ている花子さんの姿に。ほう。それで怖くなってそのままみんなで帰ってきちゃったんだ。まさかとは思うけど、花子さんに野球ボールが当たったちゃ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 んだでしょうね。当たってないよ。だってわちゃった窓と花子さんがいた窓は違う窓だもん。わかんないじゃん、跳ね返ってバンと当たって花子さんぶち切れてるかもしんないじゃん。ならよかった、そのまま帰ったってことはボールは校舎の中に置いてきたままなのね。そうなんだよ。ボール一つあってバカにならない。どうしよう、何にどうしよう、どうしよう。で花子さんの特徴、君が見た花子さんはどんな姿をしていたの？僕はバタバで顔が白くて、まあそれはまあ普通のスタンダードな花子さんだね。お洋服はどんなだった？わかんないや。花子さんがいたのは窓際だったから肩から上しか見えなかったよ。あ、でも白いブラウスを着ていたかな。何を履いてたかまではわかんないや。髪型は花子さんの特徴と同じだね。白いブラウスも、あとは赤い釣りスカートだったら都市伝説の花子さんと完全に一致するね。釣りスカート？紐を肩に回して吊るすスカートのことだよ。あ、僕それ見たかも。本当に？うん、肩から赤い何かが垂れてるなと思ったんだ。スカートの紐だったのか。で、廃校について、花子さんを見たのは隣町の廃校だそうだね。そうだよ、三丁目の林の近くに廃校になった小学校があるんだ。どうしてそんなところに行ったんだい？野球するのにちょうどよかったんだ。他に誰もいないし、窓割っちゃっても怒られないでしょ。でも廃校は手入れされてないから老朽化で急に崩れることもあるんだ。危ないからもう行っちゃダメだよ。うん、わかったよ。花子さんはどこで見たの？校舎の3階の一番端っこの窓だよ。そこからじっと校庭にいる、そこからじっと校庭にいる僕たちのことを見てたんだ。花子さんがいた窓は校舎の右側、それとも左側？右かな、端っこだし多分教室じゃないと思うんだ。校舎の構造を想像すると十中八九トイレだろうね。しかも女子トイレね。でも不思議だね、花子さんはこちらから呼ばないとおトイレから出てこないのに。あ、確かに。だから野球ボールが運よくその3番目のドアにコロンコンつってトントントンって3回当たったんじゃない？それをノックだと思って花子さん何って来たらボールで、はっ誰だよこのボールつって、ちょっと外出て外にいる子供たち見てこねるってなったんでしょ。どうして窓から外を見てたんだろうね。ごめんなさいね、私途中から自分の中俺劇場が始まるんで。ふむふむ、だいたい見えてきたぞ。本当？あの花子さんは本物なの？そんなわけないよ。だって君が見た花子さんには都市伝説でよく聞くトイレの花子さんらしくないところが一つだけあるんだ。花子さんらしくないところ、教えて教えて。それはね、野球ボールが当たった赤い釣り、呼んでないのに現れただよね。まあこれ他のやつも見てみたいな。赤い釣りスカート履いてる、ちょっと一回見せてみようぜ。赤い釣りスカート履いてることさ。花子さんは履いてるよ赤い釣りスカート。ごめんゆうちゃん、あれそうだっけ、おかっぱ頭に白いブラウス、赤い釣りスカートが花子さんの特徴だよ。花子さんを呼ばないと出てこないはずだから、窓から外を見てたっていうところが変なんじゃ変じゃないかと思うな。そうとも、花子さんを呼び出すには手順を踏まないといけないんだ。トイレの個室を3回ノックして花子さん遊びましょうと言わないと花子さんは出てこない。言い方を変えれば
そうしないと花子さんはトイレの個室から出てこられないんだ。花子さんだってたまには外に出ることもあるじゃないの。いや、何かすると出てくるタイプの都市伝説っていうのはこちらがアクションを起こさない限り出てきちゃいけないものなんだ。でないとその都市伝説の独自性が失われてしまうからね。つまり勝手にトイレを出たその花子さんは少なくともトイレの花子さんなんかじゃないってことさ。でもその都市伝説自体さ、誰かがそうやってどんどんなんか事実を歪曲しててさ、でたまたまあのなんかそれを信用したやつがトン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 ってやって、花子さんいますか花子さんいますか花子さんいますかってめちゃめちゃすごくやったのがそれが広まってそういう都市伝説になったかもしれなくて、本当の花子さんは全然普通に出てきたらどうする、そういう説もあるよね。その時たまたま廃校を探検してた子が 窓が割れた音に驚いて外を見たか、警備の人があなたたちが近づかないように変装でもして驚かせたか、でもトイレの花子さんにするチョイス、人じゃなくて絵か写真が窓に貼ってあったのかもしれないね。そうなの。僕たちに任せて、トイレの花子さんなんかいないってことを僕たちが証明してみせるよ。頑張ってね、お姉ちゃん。花子さんの正体が分かったら僕にも教えてね。お前声怖くね。でどうするの、さすがの私たちも廃校の探索なんて初めてだわ。どうするも何も行く気ないよ、隣町の廃校に。怖いな、誰もいない学校なんて。お化けでも出てきたら、じゃあなんでこのタイに入った君。ちょっと言う、私たちが誰か忘れたの。泣く子も黙る、都市伝説撲滅隊よ。お化けなんか信じてたらおしまいじゃないの。そうだよね、大丈夫だよね、お化けなんかいないよね。当然なんかあってもこのダブハ様が守ってあげるわ。わあ、ダブハちゃん頼もしい。あんたは男なんだから自分の身は自分で守りなさいよね。いいなこの子、なんかあのなんかかっこよい。分かってるよ、二人何かあったら僕が助けてあげるからね。ね、にちゃしてそう、ゆうちゃんめちゃめちゃ狙ってそう。あ、私のことはいいの、わダブハちゃんは好きなんじゃない、ジェイのこと。よし、じゃあ早速今日の放課後隣町の廃校に行って花子さんの正体を突き止めるぞ。おう、トンドコトンタコトンタカトンペントコタカチャンペンプン。はい、廃校行ったのかな。行動力半端ねえな。お待たせ。遅いわよ。怖っ、どこで油売ってたんだ。ママに止められてたの。止められるだろそりゃ。またなんとか隊の集まりって言われて、あんまりつるまないでって。ユウのとこのうち厳しいもんね。言うこと聞く必要なんかないわよ、門限までに送ってってあげるから。うん、ありがとう。怪我しないように気をつけないとね、万が一のことがあったらおばさんに何言われるか分かんないや。そういうあんたんとこも結構厳しいんじゃない、ほらおうち道場だし。そりゃまあ門限にはね、時間までには帰らなかったら心配するのは当然のことだもの。ちょっと待って、これダブハちゃんは全然大丈夫、ゆるゆるなの。厳しい道場なんだね。なんかダブハちゃんはなんか家庭環境案外ひどかったりして。何よ、門限破っても怒られないうちは放任主義だっていうの。ダブハちゃんのとこは兄弟が多いから慣れてるんだよ、僕たちはほら一人っ子だから。ああよかった、なんかダブハちゃん別になんか普通にいい家庭なんだな。信頼されてるんだよダブハちゃんは。そうちょろ。それより本当にここ今から入るの。どうする、ここ天神小学校だったらね、えちょっと別のゲームの名前出しちゃってあれだけど、コップパのさ天神小学校だったらもうトイレの花子さんじゃなくてサチコだったらもう終わるよね。廃校ってだけあってさすがに雰囲気あるわよね。あの子の話によると花子さんが見えたのは3階の右端の窓だったね。うん、いねえな、何にもいないよね。これでユウの言ってた絵か写真が貼ってあったのかもっていう説はなくなったわね。中に入ってあの窓のところに行ってみよう、本当に女子トイレかどうかも確かめなくちゃ。よし来た、都市伝説撲滅隊の調査開始よ。ジェイ先頭お願いね。お任せけよ。何もなんか護身用なんか持ってきてないの。え、何風ん、今誰か何か言った。なんも、どうしたの。誰かの声が聞こえたような気がして。風の音を聞き間違えたんじゃないの、そんなことある。そうかな、でも実際風の音だったよね。今までもあったじゃないか、幽霊の声かと思って調べたらビルの隙間風だったことが。いいから早く来なさいよ、置いてっちゃうわよ。
待ってよ。え、あの子何固まってんのかしら。校舎の上の方に何かあるみたいだね。いるんじゃね。って言ってもそっちにあるのは山ばっかりでしょ。タバハちゃんまでどうしたの。あれあれ見て、あれ、わあ、いるじゃん。野球ボール投げようぜ。なんだって。ねえ、もしかしてあれが例の花子さんなの。バカ言うなよ。昨日の子が今日も来てるってだけの話さ。本人がいるなら都合がいいじゃないか。そうよね。まったく、この私を驚かせようなんて、いい度胸だわ。お前ら、都市伝説撲滅隊って言ってるけど、結局本物の都市伝説とは戦ってないわけでしょ。だからこれ本物だったらお前らどうすんのよ。ゆうちゃんなんてもう、ゲロ吐いて死ぬぞ。ほら、ゆうちゃんも行くよ。早くしないと日が暮れちゃう。ああ、ビビって帰るな、これ。ゆうちゃん？ゆう、ちょっとどうしたのよ。あの子、たまにああなるのよね。私ちょっと見てくるわ。霊感強かったりすんじゃないの。うん。ゆうちゃん全然顔違ったらどうする。ぐちゅぐちゅなってて。いねえ。あ、誰もいない。ほーら、ちゃんとして。ゆうちゃん。あ、大丈夫だ。ごめんね、ジェイ君。なんだか急に頭がぼーっとして。具合が悪かったら無理しなくていいんだよ。ううん、平気。心配かけてごめんね。ほんと、人が押しとつかばしがバラテンダーベラツカバダーラ。なんて？ほんと、人騒がせなんだから。じゃ、3階、女子トイレを目指していくわよ。ゆうちゃん行くんだね。ちなみに俺絶対行かんけどね。ふざけんなやつなるもん。現在地、1階昇降口。こういう表記あったっけ今まで。なんか自分で行くとこ選べたりすんのかな、これ。薄暗いわね。すぐそこが林だからね。裏手には山もあったし、太陽の光があんまり届かないんだ。あ、ねえ、二人とも、掲示板を見て。校内の見取り図があるよ。どれどれ。一階、二階、三階ね。一学年に一組しかないのね。ああ、ほんとや。一、二、三、四、五、六。いや、すごい少なかったんだね。子供が増えて、教室の数が足りなくなったから、廃校になったんだよ、きっと。と言っても、この辺の小学校はどこも2組までしかないけど。昔から3組まであるのって、うちの学校くらいだよね。ねえ、この見取り図、何かの役に立つかもしれないし、持って行きましょうよ。そうだな。セーブしとう。セーブした方がいいよね。まあ、持ってくか、普通に。せっかくらし、持って行こうか。うん。持ってかないことなくない？見取り図を手に入れた。画面右下のボタンで確認可能。なんか、今回がメインみたいな感じしない？今までこんなんなかったし。やっぱ1時間あるから、これがなんかメインで、なんか後々なんかなってくんかな。私、ペン持ってきてるよ。何か書き込むときはいつでも言ってね。3階のトイレは、校舎の東の一番奥か。あの子が花子さんを見たって言ってた場所と一致するね。さっき私たちが校庭から見た花子さんもね。じゃあ行ってみよう。二人とも気をつけてね。壁も床も古くなって、あちこち木がささくれ立ってる。ガラスの破片持ってるみたいだ。踏んで怪我しないように、ゆっくりついてくるんだよ。いいね。言われなくたって分かってるわよ。うん。ちゃんと気遣いもできて、ジェイ、お前今後モテるやろ。ウェーイ！どうしたの？見てよ、廊下の向こう。え？裏の山が土砂崩れを起こしたみたいだ。あれじゃ先に進めないね。トイレはあの奥にあるのに。行けるやろ。ねえ、ジェイ、見取り図を見せて。土砂崩れで進めないところにペンで書き込んでおいた方がいいんじゃない？そうだね。ゆうちゃん、ペン貸してくれる？うん。おう。これでよしと。反対側にも階段があるみたいよ。一度2階に降りて廊下を突っ切るしかないわね。そうだね。行ってみよう。これは今回、まあ、トイレの花子さんがメインの話なのかな。ここが花子さんのいる3階のトイレだね。本当に入るの？ここまで来たんだ。当たり前だろう。ここに来るまで人の気配がなかったから、さっきの人影はこの中にいるはずよ。さあ、ジェイ。花子さんの正体を突き止めてやりましょう。うん。二人とも、行くよ。何これ、ミスることできんの？セーブしよう。いいね。今回、なんかちゃんと俺も参加できてる感じがする。男子トイレ行こうぜ。バカ、そっちじゃないわよ。花子さんがいるのは女子トイレ。
多分お水流れないから、おトイレは我慢してね。ごめん。じゃあこの子たちの前でおしっこしよう。気を取り直して行くよ。まあこれ選択肢出てくるけど、やっぱりこれは特に関係ないのかな。分岐も絶対ないよね。3回トイレなってる。誰もいない。そんなわけないでしょ。どっかの個室に隠れてんのよ。ほらさっさとできなさい。いや違うやろ、トントントンしなきゃいけないのお前。いない。ということはこっちね。ここか。だから開けんのお前。追い詰めたわよ。どう？ダメ、全部外れ。隣の男子トイレも見てくるわ。いや、ね、トントンしなきゃいけないんでしょ。花子さんが僕たちを覗いてたのはここの窓に間違いないよね。そのはずだけど、私たちが校舎に入るのを見てどこかに隠れちゃったのかな。かもしれないね。もうすぐ日が暮れちゃうよ。教室を一つ一つ調べていく時間ある？いや、そこまでする必要はないよ。向こうも外れだったわ。逃げちゃったのかしら。僕たちの見た女の子が誰にせよ、いつものやつをやって、いつものやつをやって、何も起こらなければ。その子が花子さんじゃないことは証明できるさ。今回はそれで終わりにしよう。ああまあ、トン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 、雪だるま作ろうね。そうね。いつまでもこんな埃っぽい場所にいたくないし。どうか何も出ませんように。出るよ。僕たちの都市伝説調査は、あることをして締めくくられる。それは、実際に都市伝説を呼び出してみることだ。僕が知ってる花子さんの呼び出し方は、手前から3番目のドアを3回ノックして、花子さん遊びましょう、だ。遊びましょうじゃなくて、いますかって聞くと出てくる説もあったような気がするよ。なんでぐしゃぐしゃにすんのお前。3回ノックして呼びかけるのを手前のドアから順番にやっていくっていうのも聞いたことあるわ。やめろお前ら。俺の言う通りにせえ。わかった。思いつく限りの方法を試してみよう。行くよ。はい、こんばんは。花子さん、遊びましょう。花子さん、いますか？もう3回ノックね。花子さん、遊びましょう。反応はなしと。やっぱり都市伝説なんかじゃなかったね。ふう、よかった。来るぞ。こう今画面フラッシュするんで、ちょっと皆さん気をつけてくださいね。これプルーンってなるから、多分キーって開くから、多分きっと近所の子がここを秘密基地にでもしてるのさ。本当はちゃんと証明したかったけど、もう時間もないししょうがない。危ないから入らないようにって証拠口に張り紙して帰ろう。あーお腹すいた、早くやろう。待ってよダブハちゃん。いた。どうしたのユウ。指が、いたたたた。ユウちゃん、どれ見せてごらん。ああ、火のささくれで切っちゃったんだね。大した怪我じゃないよ。でも、バイキンが入ったら大変だ。一緒一階に保健室があったから。寄っていこう。ジェイ、やる気か？ねえ、刺さったところ舐めてあげようかとか言うなよ。ごめんね、ダブハちゃん。お腹空いてるのに。バカ言わないの。消毒して絆創膏貼ってあげるから、早く行くわよ。うん。いい子たち。あれ、来ないの？ほのこさん。これでよしと。えへ、ダブハちゃんありがとう。結局怪我させちゃったね。おばさんになんて言われるか。このくらいなら平気だよ。本をめくるときこんな風に指を切っちゃうことよくあるもん。それにしても廃校って結構備品が残ってるものなのね。机も椅子もベッドまであるなんて。ああ確かにね。どれも古くなってるから新しい学校に持っていかずに置いていったんじゃないかな。ああ処分にもお金がかかるって聞くものね。だからこの学校も取り壊されずに残ってるんだよ。ふーん。何か使えそうなものがあれば持ってっちゃおうかな。やめとけ。どれも古いって言ってるだろ。ゆうちゃんも帰ったら綺麗な絆創膏に取り替えるんだよ。ん？ゆうちゃん？あ、ゆうちゃん。今トロンとしてる。ジェイ、チャンスだぞ。おーい。ゆうちゃんってば。ゆうちゃん？その顔も可愛いねって言ったら気もがられるんだろうな。あ、もう遅いか。ねえ、見てみて。視力検査のやつあるわよ。片目を塞ぐときに持つ、あの黒いの。待って、ダブハちゃん。ユウちゃんの様子が変だよ。ユウが変なのはいつものことでしょ。そうなの？
よくぼーっとしてるじゃない。でも、聴診器ないかな？あったら欲しいな。その辺にしておきなよ。ゆうちゃんの応急手当も終わったんだから、そろそろ帰るよ。チェー、こんなにいろいろ残ってるなら、もうちょっと探検したかったな。普段は入れない校長室とか行ってみたかった。文句言ったって仕方ないだろう。だって結局、花子さんは出てこなかったし、それらしき子もいなかったんだもん。ほら、ゆうちゃんもおいで。おばさんが心配するよ。ゆうちゃん、舐めろ顔。手順が違う。え？何？どうかした？ゆうちゃんが今何か言ったような。3階東の女子トイレ、手前から3番目のドア、3回拍手して3回ノック、そして遊ぼうというの。なんで拍手しなきゃいけないね。それって花子さんの呼び出し方？ノックの前に拍手するなんて説聞いたことないな。うん？二人ともどうしたの？ユウ、今の話どこで聞いたの？何のこと？やっぱこの子疲れやすいんだろうな。ノックする前に拍手する花子さんの呼び出し方、今あんたが言ったのよ。私知らないよ。さてはまた寝ぼけてたわね。すぐ居眠りするくせ、直しなさいって言ってるのに。でも試してみる価値はあるよ。でも時間やばいんじゃないの？都市伝説の細部は地域と年代によって違う。ゆうちゃんがどこかで聞いた話を夢の中で思い出したのかもしれない。そうね、新しい説が浮上した以上は試してみなきゃ花子さんがいない証明にはならないわ。もう一度3階の女子トイレに行ってみよう。何言ったこいつら。おめえだよゆう。来んのかな。ゆうちゃんから聞いた話によると。待って、ダメ、帰ろう、もう帰ろうよ。今さら尻込みしてんじゃないよ。あんたが言うからわざわざ戻ってきたんじゃない。知らないよ。とにかくダメなの。構うことないわ。これで出てこなきゃめでたくおしまいなんだから。わかった、ゆうちゃん、すぐ終わるから一緒にやろう。無理強いすんなよ。ゆうちゃんが言ってた手順はまず、まあこれはちゃんとやるか。3番目のドアの前に立つ。そして、拍手だよね。11拍21礼みたいなやつよね。次に。で、ノック。あれ？待って、全然気づかなかった。これもう一回、これ拍手するときパンパンパンって3回やった？ノックでいいか。あ、よかった。3回やってるわ。最後に、花子さん、遊びましょうだよね。せーの、花子さん遊びましょう。来るのか？返事がないな。やっぱり花子さんなんていなかったのね。はい、来た。このフラグなんか変だと思ったんだ。幽霊の呼び出し方に拍手を使うなんて。どういうこと？手のひらを叩く拍手ってさ、僕たちもよくするけど、あれっていろんな意味があるんだ。一般的には誰かを褒めたりとか感謝したりするときに使うだろう。あ、するだろう。うん。それ以外にも拍手には邪気を払う効果があると言われてるんだよ。へえ。へえ。さすが道場の息子はそういうことに詳しいわね。だから花子さんはむしろ拍手を嫌がるはずなんだけど、めっちゃいい子なんじゃない？拍手、拍手ね。めっちゃ拍手するやん。それなんか、近畿の拍手のせいでお前死ぬんじゃねえだ、アブハ。あ、ねえ。手のひらじゃなくて、手の甲を叩くのも拍手って言うんじゃない？それは良くないやつって言うよね。え？ああ、確かに。手を表にしても裏にしても、拍手は拍手か。死人がやるみたいな不気味な拍手よね。じゃあ最後に、それでやってみて終わりにしましょう。よーし、行くよ。おほん！おい、急に全員死んだんか、この時間。おい、嘘だろ。え、怖っ。ちょっと
クソ怖いやん。何これ、こんなことある、ここで止まることある、死ぬほど怖い。一回切ろ。大丈夫、変な不具合やめて、死ぬほど怖かったから。行くよ。この後よね。ん？どこだっけ？花子さん、遊びましょう。あ、来た！はーい。やべ。花子さんっぽくなかったわ。ごめん、俺の中学校の頃の担任の口癖、はーい、やってしまった。今の声、ゆうちゃん。違うよ。じゃあ、私でもないわよ。そんなはずないだろ。花子さんなんていないんだ。これはその証明のためなんだよ。いたずらなんかしちゃダメだ。違うって言ってるじゃない。私の声でも、ゆうの声でもなかったでしょ。じゃあ、一体誰が来た。へえ、おお、かわいい。めちゃくそかわいいやん。いや、この子ね、このゲームのダウンロードのサムネになってたこの子なんだ。花子さん、君か。いや、かわいいやん。めちゃめちゃかわいい。よかった。嬉しい。なんか、うわー、すっごくかわいい。持って帰ろうぜ、こいつ。花子さん、まさか、ただの人間よ。透けてないし、足だってあるじゃない。いや、めちゃめちゃかわいい。持って帰ろう。ねえ、何して遊ぶの？大人の遊び。この子、花子さんのふりしてるわよ。私たち驚かす罰も含めて、一遍痛い目見てもらおうじゃないの。そんな野蛮なことしちゃダメだ。きっとこの子は遊び仲間が欲しかったんだよ。遊びたいなら遊んであげようじゃないか。大人の遊びな。ちょっと本気なの？大丈夫、時間はかけないよ。時間かけないんだ、お前。いいか、君。いいかい、君。僕たちが勝ったら、君が誰か、目的は何か、全部教えてもらうからね。ねえ、なら、早く何で遊ぶか答えないと。本当の花子さんだったら、答えない子を、殺しちゃうんだよ。だってダブハ、答えんな。答えんなよ。な、お前そんなに信じないなら答えんなよ。ほら、缶蹴りとか、あやとりとか、PSP、ちょっと昔の、隠れ鬼、しよう。いいよ。じゃあ、俺と花子さん隠れ鬼の逃げるパターンでやってさ、二人で同じとこ隠れようか。隠れ鬼。ちなみに今の選択肢に何もできなかった。勝手に進んだ。鬼に捕まらないように、隠れながら逃げるの。あなたたち全員が、鬼に捕まらずに学校出られたら、あなたたちの勝ち。一人でも捕まったら、あなたたちの負けだよ。ふん。クラス一足の速いこのダブ様に、ダブハ様に、鬼ごっこ挑もうなんていい度胸してるじゃない。無事に昇降口まで着いたら、校舎を出る前に、全員で手のひらを3回叩いて、喜びを分かち合ってね。これ覚えておいた方がいいんじゃねえの？校舎を出る前に、全員で手のひらを3回叩いて喜びを分かち合う。はい、オッケー。はい、忘れた。じゃあ、10数えるよ。1、いけ、早くいけ。じゃあ、一っ走り行きますか。お先に二人とも、昇降口で待ち合わせね。さっさと行っちゃったぞ、あいつ。にあ、待ってよ、ダブハちゃん。お前、どうしたっけ？なんで残んだ？イチャイチャすんなよ、花子さんと。さーん。しー。いいかい？これが終わったら、ちゃんとお家に帰るんだよ。こいや、連れて帰ろ。めっちゃ可愛いもん。普通に妹にしよう。随分暗くなってきた。まずいな。早く帰らないと。二人はどこに隠れたのかな？そもそも勝利条件が学校から出ることだから、隠れる必要なんてないんだけど。いや、そうだよ。下手に隠れて、鬼に先を越されたら、昇降口で待ち構えられちゃうよ。まずはみんなと合流した方がいいな。これ誰が死ぬんだろう。くん。ん？チェー君。ゆうちゃんの声だ。そこにいるのかい？おい、誘ってんのか？職員室2階か。ジェイ君、こっちおいで。ほら、ここ。一緒に隠れられるよ。ゆうちゃん。何それ。チャンス伺ってたの？今まで。隠れない方がいいよ。鬼が僕たち追い越したら、負けになっちゃうんだから。あれ、そうなの？随分と僕たちに有利なルールだな。隠れ鬼である意味がよくわからないし。
まずい、花子さんだ。ゆうちゃん、そこごめんね。隠れるよ。おい。J&U。なんか音楽ユニットみたい。そうか。鬼が各部屋を見て回るなら、その隙に廊下出て逃げることもできるな。ゆうちゃん、今のうちに行くよ。どぐれ。ん？これ、花子さんじゃなくね？あ、ごめん。そこけ！走るよ、ゆうちゃん。うん。マーキー！頑張って、ゆうちゃん。あと少しだよ。遅い。どこで道草食ってたのよ。鬼が来てるぞ。早く学校の外へ。わかった。待って。校舎に出る前にやることがあるよ。あ、そうだよ。そうだっけ。鬼がすぐそこまで来てるんでしょ。何かしてる暇なんかないわよ。確か。セーブ。あ、これ分岐あるんじゃね。セレクト今まで長くなかったよね。手の甲で3回拍手。てか普通に忘れてばやり方。普通に、あ、まあ、ノックしよう。これ絶対違うから。昇降口のドア3回ノックだ。違うよ。3回。見つけたわ。キャーン！イエー！もう逃がさないぞ。これ誰？いや、かわいい交換を。あ、直前の選択肢に戻りますか。ノーで、目次に。まあ、イエスです。まあ、こういう風にゲームオーバーもあるってことなんだ、今回は。遅い、どこで道行くさ、おい、学校の外、分かった、待って。うんち。確か、ちょっと待って。ずる手のひらだよ。ありがとうな、花子さん。手のひらを3回叩いて、3回拍手だ。よし、行くわよ。せーの、パパパン、パパパン。早く、ドア開けるよ。俺、6回行ったな、今。はい、勝った。これで勝った。ってことでいいのよね。でも、君たちあの子を人間だと思ってるなら、あの子をもう一回入って連れてこなきゃいけないって思ってるよね。また戻んの、これ。多分。怖かった。で、どうするの？もう一度あの子のところに戻る？うん、今日はもういいよ。あの子が花子さんじゃないことは分かったから。どうして？トイレの花子さんはトイレに自爆する幽霊なんだ。自爆霊っていうのは何らかの理由で死亡した場所から離れられなくなった幽霊のことで、僕たちが花子さんを呼び出したからといってトイレから出られるようになるわけじゃないんだよ。だから追っかけてきたやつ多分花子さんじゃないやろ。つまり花子さんが僕たちを追いかけてくるなんてことはありえないんだ。なるほど。トイレから出られた時点であの子は花子さんじゃないってわけね。あ、もう、あ、その時点でまた違うってことか。今日はもう帰ろう。明日また来て、あの子がいたら詳しい話を聞くんだ。本物の花子さんじゃないってことだけでなく、正体まで暴いて初めて僕たちの任務は完了するからね。そうね。じゃあ明日の放課後またここで待ち合わせよ。花子さんじゃないんかな。でも、はーいって言ったよね。花子さん。あ、てか、トイレじゃないんじゃない？だから、トイレの花子さんじゃなくて、ただの花子さんなんじゃないの？ねえねえ、今日はいいでしょ？ダメだったら、遊びに来てるんじゃないんだぞ。だって、学校の中もっと探検したいじゃない。あんただって男の子なんだから気になるでしょ？お宝が見つかるかもしれないわよ。それは気になるけど。でも、やっぱり危険だ。あの子と会ったらすぐ帰るよ。何よ？J のチンポ。ごめん、今の完全にわざと。もう読む前にチンポに見えるなと思ったからチンポって言っちゃったんだけど。 J のケチンポ、おたんこなす、アンポンタン。なんだと？お待たせ。二人ともまた喧嘩？このバーガーが。今日も学校探検しちゃダメっていうの。暗くて怖いし、私も反対だな。言うまで？あんたらしと来たら探求心が足りないわ。せっかくお弁当持ってきたのに。もうこれもういいわ、私一人で行くとか言うのよ。言うなよ。遠足気分じゃないか。もう行くよ。あの子また来てるみたいだから。え、かわいい。楽しい意味に待ってるやん。本当だ、あの子も懲りないわね。自爆から解き放って一緒に連れて帰ろ。もうここには来ないように厳しく言ってあげないと。そっか、まだ人間だと思ってんだこいつら。明らかにめちゃめちゃ可愛い花子さんや。ねえ、俺マジで連れて帰りたいんだけど。誰もいないね。どうせ3番目のトイレでしょ。また花子さんのふりをして私たちをからかうつもりよ。でもさ、え、
ちょっと待って、時系列ごっちゃなったけど、あ、一回そっか、保健室行ったんだもんな、トントンやった後確か。だからまあ、ああ、まだ人間と思ってんのか。まあそのままと、あの保健室とか行かないで、そのままぶっ通しでやってたら、まあ、気づくよね。幽霊だって。幽霊ってか都市伝説って。それなら、お望み通り、また呼んであげるとしようか。オッケー。手の甲で3回拍手、3回ノックね。うん。すっげえ可愛くなかったらどうする次。花子さん、遊びましょう。またはーいって来て、はーいって言ってくれる時点で可愛いのよ。普通に。めっちゃ可愛いの。やっぱそうだわ。何して遊ぶ？いや、めちゃめちゃ可愛い。出たわね、偽花子さん。君が花子さんじゃないってことはもう分かってるんだよ。ここで遊ぶのは危ないよ。今日は私たちと一緒に別のところで遊ぼう。うん、花子さんもこいつら何言ってんねんってなってるよな。何して遊ぶの？ちょっと、いい加減しなさい。年下だからって容赦しないわよ。ね、あやとりしよう。もっと明るいところでね、また隠れ鬼やろう多分。隠れ鬼しよう。鬼に捕まらないように隠れながら逃げるの。あなたたち全員が鬼に捕まらずに学校を出られたらあなたたちの勝ち。一人でも捕まったらあなたたちの負けだよ。無事に昇降口まで着いたら校舎を出る前に全員で手のひらを3回叩いて喜びを分かち合ってね。でもちゃんと逃がしてくれるんだね。なんかこういうの大体罪みたいな感じだと思ってたけど、ちゃんと逃がしてくれるんだな。ほら、勝手に話を進めない。じゃあ10数えるよ。このうちにもう思いっきりもう抱っこし帰ろ。1。ジェ、ここで逃げたら昨日の二度目ないで。2。わかってるよ。ごめん、たまにめちゃくちゃ回んなくなるんだよね。3。いいかい、今日は君とは遊ばない。うん、4。話を聞くんだ。5。ねえ、ジェイ君、タブハちゃん、この子何か変だよ。6。変なもんか。花子さんなんていない。この子はただの人間。7。早く逃げないと、鬼が来るよ。え？8。鬼は君だろ？だってここには。9。一人でも捕まったらダメなんでしょ？やばいやん。僕たちと君しかいないんだから。10。見つけた。誰これ？わあ！誰よこいつ。僕が知るもんか。包丁持ってるよ。どこだ、どこにいる。ん？なんなの。わからない。僕たちが目当てじゃないみたいだ。え？太郎、隠れてないで出てきなさーい。待って、さっきの子って女の子じゃなくて男の子説ある？太郎？ああ、君たちどこかで太郎見なかったかな。知りません。男の子なんて見てないわよ。うん、そうか、見てないか。じゃあ君たちでもいいか。は？おじさんと、いや、パパと一緒においで。誰がパパよ。気色悪いわね。バカ、挑発するな。相手は刃物を持ってるんだぞ。だって。どうして言うことを聞かないんだ。パパの言うことが、聞けないのか。ジェイ君、この人怖いよ。怖いよな、そりゃ。俺も怖えもん。どうして逃げるんだ。どこかで聞いたようなセリフ。メガネかけてるし、森重か、お前。お前のためなんだぞ。太郎、こっちに来なさい。おじさん、僕は太郎くんじゃないです。これ、女の子の服装してんのも、そういうことだったりする？この花子さんっぽい子が。これ絶対太郎くんでしょ、多分。さあ来るんだ太郎。そっちの太郎もこっちの太郎も。ほらおいで。失礼しちゃうわね。ああ
ダメだ。ダメなんだ。太郎。太郎じゃないと、太郎。ウルトラマン太郎に会いに行け。今すぐウルトラダイナマイトで死ね。太郎、こっちに来い、こっちに来るんだ、パパと一緒に来い、言うことを聞け、太郎。危ない！キャー！みんな逃げるんだ。刃物男に殺されるぞ。いやー！お花子っぽい太郎、助けて。じゃあ次、ウルトラマン太郎のビデオ持ってこよ。行ったか？どこだ？太郎。不審者め。刃物なんか持って、僕たちをどうしようというんだ。とりあえず、ダブハちゃんとユウちゃんは、なんとか逃げられたみたいだ。二人ともどこにいるんだろう。花子さんとも合流して、早く学校から出ないと。よし。行ったみたいだ。ごめん、なんかゲロ吐きそうになった。二階三年教室？あの男は校内を徘徊してる。僕たちを探してるんだ。足音は、西側の階段を上がっていった。今3階の西側行くのは危険だ。まずは1階に行こう。あの男に見つからないようにしながら3人と合流するんだ。これ俺今からなんかするってこと？わざわざ見取り猿ってそういうことなんじゃないの？まだ誰も来てないか。俺が探さなきゃいけないってこと？ダブハちゃんは待ってれば来るかもしれない。心配なのはユウちゃんと花子さんだ。うまく隠れてるだろうか。僕が一人で校舎から出て、助けを呼びに行くこともできる。でも女の子たちを残すのは気が引ける。どうする？セーブしよう。この黄色セレクトは多分、あれだよね。助けを呼びに行くにしてもみんなを探しに行くことになるんじゃねえかな。まずこっちやってみるか。10分も走れば民家があったはずだ。そこ行って警察を呼んでもらう。でも無理なんだよね。パンパン回しなきゃいけないし、みんなで。あれ？ドアが開かない。鍵をかけられたのか。まあ、そうだよな。違う。外から鍵をかけられても中からなら開けられるはず。どういうことなんだ？いや、まだ窓を割るという手がある。多少強引でも出口さえ確保できれば。やっぱりダメだ。ダブハちゃん、ユウちゃんを置いていくなんてこと僕にはできない。みんなを探すのが先だ。教室を一つ一つ調べてみよう。やんなきゃいけないのか、これから。あいつと会っちゃうかもしれないってことでしょ。保健室はユウちゃんを手当てした時のままだ。絆創膏のゴミやしゃがんしが放置されてる。誰もいないみたいだな。あれ？一番奥のベッドの布団がふっくら盛り上がってる。隠れるの下手か。ダブハちゃん、いや、ユウちゃんかな。無事でよかった。今なら大丈夫だよ。寝ておいで。ユウちゃんなのか？ユウちゃん？え？いや、どなた？誰だろう、この人。顔色が悪い。病気なのかな？ん？お腹のあたりが不自然にへこんでる。誰？ジェイ君、ユウちゃん。ユウちゃん、よかった、無事だったんだね。ねえ、この人誰かな？いつからここにいるんだろう。ん？人がいたんだ。全然気づかなかったよ。ぐっすり眠ってるみたいなんだ。起こした方がいいよね。もうこの人 100% 太郎じゃないよな。すみません。起きてください。今ここで大変なことが。おかしいだろう、廃校で寝てるって。そっとしておこうよ。でも、ここのベッドなら見つかりづらいし、あの人が来てもきっと大丈夫だよ。そうかな。それより、もう一人の、ダブハちゃんを探しに行こう。もう一人のって。そうだね。じゃあせめて、カーテンを閉めておこう。ごめんなさいね。ん？何か言った？え、私？ううん、何も言ってないよ。誰に取り憑かれてんの、お前。そう。じゃあ、ダブハちゃんを探しに。キャー！ダブハー！この声。ダブハちゃん？ダブハちゃんが危ない。行こう。おい。誰か一人でも死んだらやばいんでしょ、これ。ここか？話して。話してったら。ああ。どうした太郎、パパと一緒に帰ろう。何にも怖くないからな。タブハちゃんから離れろ。ほら、みんなも来てくれたよ。太郎もおいで。
きっと幸せになれるぞ。いや、触らないでったら不潔変態。相手は刃物を持ってる。迂闊に近づけない。ねえジェイ君、あれあそこ見て。あれは、あ、野球ボール。そうか、野球をしてた子たちのボールはここの教室の窓を割ったんだ。よし、あのボールを使えば。うん。幸いあの男はこっちを全く警戒していない。よく狙いを定めてなければ確実に当たるはずだ。本当に？頭を狙う、腹を狙う、足を狙う、ちょっと待って、セブする。え、エクストリーム頭やろ。くらえ。ぐお、ちゃんと食らうんだ。ダブハちゃん、今のうちに。このか弱き乙女のダブハ様によくもベタベタと。これはお返しよ。え、よー、さあ今のうちに。お前爪研いでんのか毎日。うん、行こう。お前猫かなあ。思いっきり3本の引っかき傷できてたけど。1階図書室、玄関扉が開かなかったですって。中からなら鍵開けられるんじゃないの？鍵はかかってなかったんだ。なのにびくともしなくて。だから窓を割って外に出ようと思う。そんなの危ないよ、ガラスで怪我しちゃうかも。それに大きな音なんて出したらあいつが気づくに決まってるわ。うん、そうだね。花子さんとあの女の人も連れてこないといけないし。女の人？保健室で具合の悪そうなあの人が眠ってたんだよ。全員で逃げるためには奴を足止めして時間を稼がないといけない。だからまずはみんなが待機できる安全な場所を確保しておきたいね。安全って言ってもあの人は校内をぐるぐる歩き回ってるんだよ。鍵のかかった教室ならあいつは入ってこられないけど、私たちだって入れないわけだし。鍵のかかった教室があったの？3階西側の 2教室は鍵がかかってて入れなかったの。だからさっきは一番奥の教室に逃げたのよ。3階西側というと理科室と音楽室か。はあ、この2教室は鍵がかかってるっと。ってことはよ、まあ、3階に行く意味はないんじゃないの？ねえ、鍵なら職員室にあるんじゃないかな。ああ、そうだね。音楽室はともかく理科室なら薬品を使ってあいつをやっつけられるかも。あーん、いいわね。硫酸とか食塩水をあいつに投げつけてやりましょう。食塩水はお塩を溶かしたお水だよ、ダブハちゃん。それに硫酸なんて危ないよ、もしみんなの体にかかったら。そうも言ってられない状況なのよ、ユウ。あんたトロイシ、どこかに隠れておいた方がいいわね。とにかくまずは職員室に行こう。いつまでもここにいるのも危険だ。あいつの足音はしないわね。すぐそこで息を潜めてるかもしれない。慎重に行こう。うーん、け、何？どうしたのユウちゃん。ごめんなさい、足が滑って何か踏んづけちゃったみたい。あの男じゃね？どれ。ふむ、古い新聞みたいだ。1ページだけ切り取られてる。どうしてこんなところにこんなものが。図書室なんだから新聞くらいあるでしょう。ほら早く行くわよ。待って、この記事もしかして。何よ。読むよ。シェン県シェン市のシェン校で児童1名が殺害された事件で、シェンシェン県警はシェンシェンのシェンシェン領事38歳を殺人容疑で逮捕した。発表によると3月3日、容疑者は刃物を持ってシェンシェンちゃん9歳を追いかけ、シェン校に逃げ込んだところをシェン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 殺害した疑いがある。容疑者は意味不明な供述を繰り返しており、シェンシェン事件は刑事責任能力を調べるため精神検診体検定を実施する方針を固めた。かすれて消えちゃってる文字と難しい文字や漢字は読めないけど、だいたいこんな感じだ。刃物を持って追いかけてって、なんだか今の私たちと状況が似てるね。まさかこの犯人が私を襲ったあいつってこと？でもこの人は逮捕されたんだよね。うん、だけど犯人が意味不明なことばかり口走ってるっていうのも同じだ。あいつに違いないわ。きっとこの殺された児童っていうのが太郎くんなのよ。あいつは頭がおかしいから太郎くんが死んだことに気づいてなくて牢屋を抜け出して戻ってきたんだわ。まだ信じないの？幽霊って僕たちのことを太郎って呼んでたのはまさか。あいつは子供がみんな太郎くんに見えるのよ。だから私たちを捕まえて殺そうとしてるんだわ。そんな。ん？新聞はまだ何枚かあるみたいだ。貼り付いててうまく取れない。急ぎましょう。自分の子供を殺すなんて許せないわ。このダブハ様が成敗してるんだから。いや、言うとお前ら子供やろ、まだ無理だって。
おかしいな。鍵置き場に一つも鍵がない。先生が使ったまま自分の机に置き忘れたんじゃないの？手分けして鍵を探そう。あまり時間がないよ。わかった。自分の子供を殺害した犯人か。事情は知らないけど、血の繋がった人を手にかけるなんてよっぽどのことだ。一体親子の間に何があったんだろう。子供の僕には想像もつかないや。あ、とりあえず理科室の鍵見つかったよ。音楽室の鍵は見当たらないわ。どこかに行っちゃったみたい。ねえ、保健室の鍵あったよ。バカね、ユウ。保健室は鍵かかってなかったでしょ。でも鍵かけれるじゃん。でかした、ユウちゃん。え？これで保健室は絶対安全だ。あいつがあそこに入ってくる気配はなくなるぞ。あ、心配か。あの女の人を守ってあげられるね。うん、それとダブハちゃんとユウちゃんも保健室で待ってて。僕があいつを何とかして花子さんを連れてくるよ。バカ言わないで。私も行くに決まってるでしょ。女の子を危険な目に遭わせられないよ。かっけえな、お前。だから、ゆうちゃんと一緒に。ダブハ様を襲った罪は重いのよ。あいつにギャフンと言わせやるんだから。でも、私は平気だよ。一人じゃないもん。女の人を看病して待ってるから。君もなぜビビんない？セーブしよう。これはどうやってもダブハついてくるだろ、これ。連れてくこう。わかった。じゃあ、援護は頼むよ。援護って。援護と言わず、特攻してやるわよ。二人とも気をつけてね。それじゃあゆうちゃんを保健室まで送ってから理科室に向かおう。こんな廃校で一人ぼっち嫌だろ。女の人いるって勘違いしてるけどさ。そしてあいつの気配がないようなら花子さんも連れてくるんだ。気配があったって私が何とかしてやるわ。さっきは捕まってたくせによく言うよ。なんか言った？なんでもない。すごいな、本当強気だな。し、何か聞こえるよ。あいつだ。すぐそこの廊下をうろついてる。そうだ。ねえ。何？ J が先に理科室に行って、私は U を保健室まで送ってから向かった方が効率いいんじゃない？そうだけど、もしそっちで何かあったら。あんた、この私が信用できないっての？いや、だから、さっき君襲われてたでしょって。あれは袋工事にされてパニックになっただけよ。もうあんなヘマしないわ。それに、U という守るべきものがあれば、ダブハ様はいくらでも強くなれるのよ。すごい自信だな。普通にあっけなく殺されるぞ、多分。ダブハちゃん、かっこいい。酔いしれるな、二人とも。本当に大丈夫なんだね。持ち乗らんよ。わかった。信じるよ。じゃあ保健室の鍵を持って行って。鍵や錠も古いから、ちゃんと開け閉めできるかチェックしておいてね。僕は先に理科室に行くから。うん、すぐに合流するわ。隣のトレに入ったみたいだ。二人は先に行って。オッケー。気をつけてね、チェイ君。まあ、鍵閉められるからといって、ここ結局廃墟だからな。普通にこじ開けられそうだけどね。どこだ、太郎。本当にかわいそうな人だ。ここに太郎君はいないのに。待てよ。あの人が新聞の事件の犯人だとして、殺されてしまったのは、本当に太郎君だったんだろうか。僕らを太郎くんだと思い込んでるくらいだから、もしかして無関係の子供を太郎くんだと思って殺害した可能性もあるんじゃ。あー、そういうこともあるか。太郎、パパと来るんだ。ロンタ言ったか。うわ、なんだこれ。手に絵の具みたいなものが。これは、あ、名札。長谷川花子。あ、本当に花子なの？三年三組、長谷川花子。花子？そして、これは血？もしかしてあの子、本当に花子さんっていう名前なのか？そしてこの名札に、真新しい血がついてるということは、まさか、花子さんがあいつに？いけない。3階の女子トイレに行かないと。わお。花子さんいる？花子さん。どこ？無事なの？花子さん。はーい。あ、いる。あ、かわいい。連れて帰ろ。あ、無事でよかった。どこも怪我しない？ここ危ないから僕と一緒に来るな。てか普通に、あれなのかな？隠れてるっていう手だったのかな？この子も。かわいい。隠れようにはまだ終わってないよ。そんなこと言ってる場合じゃないだろ。刃物を持った男がうろついてるんだ。僕たちを殺そうとしてるんだよ。ほら。
この名札返すから。いらない。あげる。マジで？保健室に行けば断然なんだ。何？ちょっと勝手に喋んな、おめえ。隠れ鬼はね、鬼に見つからないように逃げるの。あなたたち三人が鬼に捕まらずに学校を出られたらあなたたちの勝ち。一人でも捕まったらあなたたちの負けだよ。鬼ってまさか、あの男のことだったの？無事昇降口まで着いたら校舎を出る前に全員で手のひらを3回叩いて、そうしたら元の世界に帰れるよ。元の世界？君は一体？早く逃げないと鬼が来るよ。え？ローク。バカ、閉めるんじゃない。なーな、出てきて。君も来るんだ。はーち。時間がない。隣の男子トイレに隠れるしか。いいかい、保健室だよ。君も後で来るんだ。いいね。は、は。来た。太郎、どこにいるんだ。怖くないよ。パパとおいで。奴が女子トイレに入った隙に廊下を抜ける。ここかな。ん、太郎、出ておいで。今だ。花子さん、どうか無事でいて。どうなのこれ。はタブハちゃんはまだ来てないか。誰よ、そこにいるのは。タブハちゃんじゃない？なんだ、ジェイか。タブハちゃん、あいつに見つかっちゃまずいんだから、聞くんじゃなくて隠れないと。うるせえ、ジェイが遅れてくるのがいけないんでしょ。ごめん。まあ僕もさっきやっちゃったから文句は言えないか。それよりほら、早く入るわよ。うん、鍵開けるね。これ一人でも死んだらダメなんでしょ。全員死ぬんだよね。内鍵を閉めてっと。これで奴はここに入ってこられないわね。ところでそっちの方は大丈夫だったの？当たり前でしょ。責任を持ってユウを保健室へ連れて行ったわ。鍵の開け閉めもちゃんとチェックしといたから、鍵はあんたに預けておくわね。ナイス。よし、じゃあ手分けして使えそうなものを探そう。何かあったら教えてね。わかった。うん。どう？ダメ。危なそうな薬品がある戸棚は全部鍵がかかってるわ。こっちもだ。硫酸も塩酸もすぐそこにあるのに。簡単に手に入っちゃいけないっていうのはわかってるけど、くそもどかしいな。持っていけるもので言ったら、お酢とでんぷんとみりん、ろうそく。あ、なんか、あれじゃん。いいソース作れそうじゃん。食紅、塩、小麦粉。どれも使えそうにない。何か別の方法を考えないと。ねえ、今塩って言った？あ、塩まく？言ったけど、何？ちょうどよかった。それちょうだい。いいアイデアでもあるの？いいから。はい、塩。やり！何？あ、それ、持ってきてたっていうお弁当？そう、おにぎり作ってきたの。さっき気づいたんだけど、お塩を売り忘れちゃった。ちょっと待って。お前、この廃校にある塩で、あかんて。まさか君。よーし。にぎにぎ。にぎにぎ。アホだな。うわ、バカよせ。手洗ってないだろ。いや、そこ。しのごの言わないの。焦らなくたって、J と U の分もあるわよ。はい、完成。ダブハ様特製爆弾おにぎり。いやちげえよ、その塩がもうまぶされた時点で食わねえわ。 いらないよ、バッチリな。お腹空いてないし、今それどころじゃないだろ。腹が減ってはなんとやらって言うでしょ。いただきます。むしゃむしゃ。あー、おいしい。いやマジ、なんでこんな急にほのぼのすんの。これ死ぬ手前やん。多分食べる、食べたい、食べちゃおうかな。食べるしかないやんけ。えい、お腹壊しちゃって知るもんか。その息をガブッ。ペッ、なんだこれ、しょっぱい、塩つけすぎだよ。そう？むしゃむしゃ。これなら塩なしおにぎりの方がマシだった。食べるけど、もぐもぐ。さて、腹ごしらえも済んだところで、一旦保健室に行って作戦練りましょうか。ユウもお腹空かせるだろうし、おにぎり食べさせてあげなきゃ。そうだね。どうかした？そういえば、今って何時なんだろう？ここに来てもう随分経ってる気がするけど。
理科室の時計は3時を指してるわよ。廃校の時計が動いてるわけないだろ。とっくに門限過ぎてるだろうし、今頃お母さんたち心配してるんだろうな。ゆうのママはきっとおかんぶりね。あの人ちょっと大げさらしい、捜索願い出してたりして。あ、だとしたらここに警察が来てくれるのも時間の問題じゃない？言われてみれば、3人とも家に帰ってこないことをしたら大人たちが探してくれるはずだ。じゃあわざわざ校内を逃げ回ったり、あの男をやっつけたりしなくても、みんなで保健室に立てこもれば、そのうち大人たちが助けに来てくれる。なんだよかった。なんでそんな軽い考えでいられる？ここに来る可能性はそんなないやろ。私たちが廃校に行くってことは友達みんな知ってるはずだもの。ああそういうことか。もう時間の問題だわ。そうと分かったら保健室に急ごう。花子さんにも来るように言ってたんだ。もしかしたら先に行ってるかも。花子さんに会ってきたのね。じゃあ行きましょう。この花子さんがあの鬼側の方だったらさ、これもう場所伝えてるから普通に殺されてんじゃね、ゆうちゃんとか。花子さんはまだ来てないのか。ただいま、ゆう。いい子にしてた？取り憑かれてる？ゆう？あ、またか。ゆうちゃん、その人の様子はどう？相変わらず顔色が悪いな。ねえ、ゆう。ゆうたら。おい、また座ったまま寝てるの？よしなよ。ここまでずっと緊張しっぱなしだったし、少し休ませてあげよう。そうね。僕、毛布持ってくるよ。うん、お願い。ん、さい。この子ったら寝言言ってる。ごめんなさい。大丈夫よ。もうすぐ助けが来るからね。来ねえよ。ごめんなさい。私のせいで。ユウ？どうしたの？あなたたちを呼んだのは、私、なの。気にしないで。いつもの寝言よ。毛布ありがとう。あなたたちなら、もしかして、あの子を、救ってくれるかも、しれないって。まったく何言ってるんだか。あの子って誰のことよ。太郎くん？それとも花子さん？あ、そういえば、花子さん大丈夫かしら？僕、迎えに行ってくるよ。ゆうちゃんのことお願いできる？うん、任せて。ごめんなさい。私が、女の子しか産めないばっかりに。何のこと？たーろー。あいつだ。ちょっと待って、どういうこと？花子だけど、男の方は狂っても男と認識してんのか？あ、心配いらないよ。鍵さえかけてればここには入ってこられない。待って。たーろー。すぐそこまで来てる。チェ、ごめん、私。え？内鍵、まだ。あ、終わった。たーろー。どこだい？まずい。つけた。うわぁ、何あの顔。ジェイ、危ない。くっ。うまく避けたな、太郎。でも、捕まえた。パパとの鬼ごっこもおしまいだぞ。うジェイ、ジェイ、そんな、あなた、もうやめて。ん？その子は太郎じゃないわ。ユウ、危ないわよ。あんたは下がってて。あの、寝てる人の霊が取り付いたのか？さあ、太郎、準備はもうできてるんだ。ちゃんとママに産み直してもらおうね。この、話せ。ぐお。わ、ジェイ大丈夫？どこ？またか？うん。あいつどうしちゃったの？わからない。あいつの顔を手で叩いたら。ああ、そういうこと？おのれ。早くなんとかしないと。わかったぞ。あれだ。あいつにあれを投げつければ。あれって何よ？名札？
でも名札以外なくなっちゃう、セーブしよう。まあとりあえずおにぎり投げよう。ダバちゃんおにぎりを貸して。え、さっき理科生で握り直した塩たっぷりの爆弾おにぎりだよ。いいけど何に使うの。いいから早く。わかった、はい、よし行くぞ。頭だ、これでも食らえ。おいしい、うん、あ、マジで合ってんの。よー、な、何何なの、普通にレーダーから塩聞くってこと。あぐぐ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 、塩だよ。ダバーちゃんが握ってくれた塩から塩辛いおにぎりがあいつの顔のひっかき傷に思いっきり染みた。あ、染みてんのか。ギギギギギギ、いやこいつ幽霊じゃないの。俺がぐぐぐぐよーくもー、今のうちに逃げるんだ。ユウ行くわよ。さあ走る。あ、まあ昇降口まですぐだ。このまま外へ。待ってよ、ドアは開かないんでしょ。どうやって外に出るのよ。あ、手を叩くのよ。ドアの前で3人で一斉に手のひらを3回叩くの。それにさっき花子さんも言ってた、こんな時にわけのわからないおまじないやってる場合じゃないでしょ。騙されたと思ってお願いよ。わかった、ちょっと本気なの。2人とも行くよ。マーティー、えい、声ならやけだわ。せーの、パンパンパン。なにこれ眩しい。ドアが開いた、このまま走るぞ。でも救えなかったよね。あ、あれ、何、あいつが来てるの。あー、じゃあ時間進んでないんじゃないのこれ。違う、なんか変だ。どうしたの。僕たちもう何時間も廃校にいたよね。なのにまだ夜になってない。本当だ。とにかく警察へ行こう。花子ちゃんとあの女の人を助けなきゃ。うん。花子さんは助けられるのかこれ結局。その後交番に駆け込んだ僕たちは事のあらましを全て説明した。でも僕たちが廃校に入ってからの時間はちっとも進んでなくて、おまわりさんはずっと変な顔をしていた。うん。ただ昔あの廃校で殺人事件があったのは本当だったみたいで、おまわりさんが校内を一回りして様子を見てくれた。その結果刃物を持ったあの男も病気の女の人も、そして花子さんさえも見つかることはなかった。だけど僕には確信がある。お？ねえジェイ、本当にここにいるの。きっといるさ。うん、絶対いる。無事ならだけど。あ、あそこ見て、いたよ。本当だ。おい、ちょっとこっちに来てよ花子さん。ん、おお、何か用。何か用じゃないよ。よかったよ無事で、安心した。よくわかったね、私のクラス。これのおかげさ。名札、正体見破ったり。トイレの花子さんの正体は3年3組の長谷川花子さんだ。え、本当に？なんてね。この辺じゃ3組まであるのはうちの学校しかないんだよ。だから君さえ無事なら会えると思ったのさ。ふーん、そう。これやっぱり返すよ。血はしっかり拭き取ってあるからさ。うん、え？ねえ、よかったら放課後にでも昨日のこと話しましょうよ。一日経ったらなんか昨日の記憶がおぼろげになっちゃって。悪いけど私今日で転校するの。だからこれでお別れだよ。そうなの？せっかくお友達になれたのに寂しくなるね。残念だな。じゃあ今度会ったら隠れ鬼みんなでやろうね。うん、うん、え、うん？じゃあまたね。で結局あの刃物男は何だったのかしら。保健室で寝てた女の人も気になるよね。つまりはこういうことなんだよ。全然分かんなくなっちゃったよ俺。最終盤ここに来て、あの男はそもそも新聞の事件とは関係なかったんだ。女の人はたまたま、それで、いやもうたまたまとかある時点でもう確信じゃないやん。きっと男はまだどこかに、だから警察の人にパトロールを。そう、
捕まえてもらうんだ。ん？何これ？ありがとう、ジェイ君。ほんと、いや、例なの結局。そういうことなんかな？助けてあげられたってことなのかな、これで。ん？愛犬 C 氏の廃校で児童1名が殺害された事件で、愛犬警は父親の長谷川良二38歳を殺人容疑で逮捕した。あ、これ読めなかったやつ？発表によると、3月3日、容疑者は刃物を持って花子ちゃん9歳を追いかけ、学校に逃げ込んだところ刃物で刺し、殺害した疑いがある。容疑者は意味不明な供述を繰り返しており、M 地検は刑事責任能力を調べるため精神鑑定を実施する方針を固めた。法務省は6月6日、2名の死刑囚の死刑を執行したと発表。執行されたのは、と、長谷川良二、47歳。2人？確定判決などによると、長谷川死刑囚は1999年3月3日、愛犬 C 氏にある自宅で、当時9歳の娘、花子ちゃんが一人でいるところを狙い、包丁を持って襲いかかった。家から飛び出し、学校の中に逃げた花子ちゃんを3階の女子トイレで殺害、全身をめった刺しにし、失血死させた。長谷川死刑囚は事件について、生まれ直させるためにやったことで殺すつもりはなかった。もう一度生まれてくれば、死んだことにはならないと述べてる。イカれてんな。また死刑執行の直前には、太郎を迎えに行く、準備をしなければ、などと、意味不明なことをつぶやいていたという。9月9日、愛犬 C 氏の廃校で、一人の女性の遺体が発見された。亡くなったのは、同市に住む長谷川幸子さん。幸子。49歳。幸子さんは、保健室のベッドに横たわり、下腹部を刃物で、大きく切り開かれた状態で亡くなっていた。現場に犯人の残した痕跡は一切見つかっておらず、愛犬警は1994年3月に同学校で発生した花子ちゃん殺害事件と何らかの関わりがあるとみて調査を続けている。ちょっと待って、なんか全部分かりきってない俺がいる。1988年、愛犬、あつーある。ちょっと待って。またコメントでなんかいろいろまとめてもらえるとありがたいです。私、全部をこう、ちゃんとまとめきれてないです。はい。ちょっと待ってね。これもう多分エンディング迎えたってことだから、分岐もないんだろうね。さっきのおにぎりで合ってたから、一応名札ぶん投げてみる？よし、名札投げよう。これでも食らえ！よし、名札だ。僕たちは太郎じゃない。僕は J だ。この子はダブハ。あの子がユウ。そしてここにはいないけど、もう一人の女の子が花子だ。その名札をよく見てみろ。長谷川、花子。そうだ。ふふふ。何がおかしい？花子なんていないんだよ。あの子は太郎。長谷川太郎になるんだ。なる？でも太郎になってくれるなら君でもいいぞ。え、アーピー。キャー、ジェイガジェイガ。今ママが見直してくれるからな。ちゃんと男の子に生まれてくるんだよ。あ、はーい。なんかゲームオーバー残っちゃった。残っちゃったけど、じゃあ今回、まあこのやっぱ一つ一つこれめちゃめちゃ長かったんで、まあ今回はここら辺にしましょう。で、次回2やってからの、ちょっとここら辺もやれてないから、全然序盤にあんのに、これもできたらやろうかなって思います。てか、あと、言うて1、2、3、4、5。5話で終わるんだろうね。はい。じゃあ、ずっとゲームオーバーや。